で、その他のやつは紹介の時に、ジャズ式種、後でやる。あ、もう来てる、ごめんなさい。はい、皆さんこんにちは、7月17日、土曜日午前11時を回りました。デモクラテレビ本会議の時間がやってまいりました。すいません、ちょっとね、打ち合わせをしておりました。これから2時間にわたって、いつものように生放送でさまざまな、話題をお届けしていきたいと思います。本日の司会は私、山口和美が担当します。よろしくお願いいたします。ではですね、本日の出演者の方々をご紹介していただきます。まずはですね、ジャーナリズム研究者で元共同通信編集局次長の丸山茂武さんです。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。はい、続きましてですね、メディアクリエイターでディレクター、メディアクリエイティブディレクターの前北美也子さんです。よろしくお願いします。前北美也子です。よろしくお願いします。今日はね、前北さんからたくさんのさまざまなお知らせが、まあ、その打ち合わせをすいませんしていて、すいません、それが映ってしまいました。はい、すいません。はい、でですね、何からやりましょう。まず、はい、桂福丸さんって、先生と師匠をやって、はいはいはい、出ていただいてる落語家の方が、なんと子ども落語寄せ、子どもだけ寄せっていうのをやるということで、はい、8月4日は北海道公演、うん、でお小遣いで出せるようにって言って、参加費が300円で自分で出すように出してねって言って、子ども向けなんですね。なるほど。で、東京は8月15日の日曜日、日本科学未来館7階未来ホールにて300円、下がる300円、よしです、300円、はい、だからもう大赤字なんですけど、結婚するという、落語の未来のためにっていう、はい、で大阪公演は8月18日19日、うん、なので、それぞれホームページがあるので、桂福丸子供だけ寄せって言って引いてくださると、なるほど、出ますし、お申し込みお待ちしてますっていうのがあります。はい、でもう一つは、すいません、大平農園の映画ができてですね、後付きを探して405年目つなぐっていう映画なんですけれども、うん、人と陽さんがコメントを寄せていて、ですごい有名な、私の母も虫を取り草を刈り野菜を買っていたという有名な農園が世田谷にあって、はい、でそこが、まあ、存亡の危機であると、で皆さん映画を見て支援してくださいというお知らせが。映画はどこでやってるんですか。ですね、これ問い合わせればいいですね。すいません、はい、お問い合わせください。このじゃあ、大平農園405年目をつなぐで、まあ、多分検索すれば分かりますよね。はい、DVD ブルーレイ3500円で売ってます。なるほど。ライブラリー版は2万円です、はい、ということとです。はい、はいはい、以上が前北美也子さんでした。はい、続きましてですね、もう一方、俳優で渋谷のバーベースオーナーの山本芳樹さんです。よろしくお願いいたします。今日は、ね、山本さんに後でたっぷり、はい、特集でもお話を聞いていきたいと思います。はい、はい、そしてですね、今週のトーク項目はこのようになっております。まずは特集、これね、山本さんの話楽しみなんですけれども、はい、酒取引停止でいいのかというね、うん、問題やっていきたいと思います。はい、それから男爵バッハさんですね、うん、来日で五輪カウントダウン、もう来週なんですよね、大丈夫でしょうかね。はい、混乱続くワクチンの供給、まあ、これ本当混乱してます。現職出馬表明で横浜市長選は大変混沌としております。そして4番目はですね、 NHK 介入問題を考える、そして原発補助会に亀裂、ということで特集を入れて6項目になっております。よろしくお願いいたします。それではですね、続きましてデモクラテレビからのお知らせです。あ、違う、その前に毎週お楽しみのこちらがございました。野見市の奥田さんから、今週送っていただいたのはペチュニア、うん、朝顔に似た花を咲かせます。ベランダなどのプランター栽培も、にも向いていますということで、奥田さんから送っていただきました。さらにですね、今週はね、ちょっとこれ特集に関連するんでですね、メールもちょっと読んじゃいたいと思いますけれども、神奈川県海老名市の松宮光興さん、80歳の男性からいただきました。西村経済再生大臣による酒類提供に応じない飲食店に対して主犯業者や金融機関から圧力をかけさせるとの発言は優位的地位の乱用などの批判を受けて撤回されましたが、これこそ菅政権の本性であり絶対に許せないと思います。
感染防止より経済優先をしていた政権が日本中の飲食店を倒産させて経済の息の根を止めようとしたものです、ということで、まあ、この辺の話もですね、山本さんの、にお話を伺っていきたいと思います。はい、それではですね、続きましてデモクラテレビからのお知らせです。まずはこちらでございます。これ4月24日の、土曜日18時半からですね、アサビナードさん中心にこのような、催しがありますので、ぜひご覧ください。こちらのお問い合わせの URL ちょっとアップしていただけますかね。こちらこの、あのところで、見ていただければ詳細分かるようになって、チケットもお求めになれると思います。そしてもう一つがですね、前北さんの方から、はい、はい、今日はジャズ火消しがあります、国分寺 で7月17日なんですけど、チケットが完売してしまい、まあ、コロナで入場制限をちょっとかけてるということもあって、なので、うん、チケットお席の余裕はないんですけれども、オンラインで同時配信しますので、はい、ぜひそちらをご覧ください。で、チケットを買ってくださった皆様にお知らせなのは、いつもより15分会場時間が遅れます。で5時45分から会場になりますので、うん、また後で個別にもメッセージしますが、お気をつけていらしてくださいということと、来月のジャズ火消しが出演者が決定しました。8月28日土曜日なんですけれども、はい、古今亭菊千代さんという落語家の方をお招きして、うん、ジャズ火消しをやっていきたいと思います。はい、そちらもまだチケットオープンにしておりませんが、8月28日をぜひ開けておいてください。いらしてください。以上です。はい、ということで、ここで一旦コマーシャルです。火消しとして生きる人のライフスタイルレディオ、レディオ火消しライブ始まります。1時間生放送でお付き合いください。それが破られちゃったんですよ。それはいとも簡単にシリアの、そうです。あの時はこうびっくりして、何がどうなって、なんでみんながこうびっくりするのかっていうのはこれってことですね。そうです。だから日本ではなんかね、そこは改正法規上のね、問題はね、ほとんど話題にならなくて、だけど、でその流れで、すいません、メール次の流れって流れてないけど、いいですか。すいません、時間短いですね、1時間しゃべってない。そう、もうあっという間だから、もう次回も楽しみに見てください。どうもありがとうございました。どうも。はい、デモクラテレビ本会議をお伝えしております。それではですね、まずは特集から入りたいと思います。これ新聞記事なのかな。新型コロナ対策で売り上げが減った酒の販売業者に対する支援金をめぐり、政府がおよそ1ヶ月前から酒の提供を続ける飲食店と取引停止を支援要件にするよう都道府県に要請していたことが分かりました。これに基づき東京都などは支援金の申請者に取引停止に関する誓約書を求めていました。ことが明るみに出たことで、政府は要請を撤回しています。また酒類の提供停止に応じない飲食店に対し、取引金融機関から遵守を働きかけてもらう政府の方針決定をめぐり、内閣官房が金融機関に協力を求める文書を出していたことも分かっていますが、これも批判を受けて撤回しています。いじめとも思える飲食店への圧力にどう対応しているのか、渋谷でバーを経営する、ベイスですね、経営する、山本さんに現場の声を伺いますということで、はい、いやこれは、まあ、明るみに出て驚きましたけれどね、西村大臣がね、まあ、うっかり言ってしまったのか、うっかりじゃなかったのかよく分かりませんけれども、まずそもそも、お酒の提供を続ける飲食店と、はい、まあ、そういうね、つまり要請に応じないでお酒を出している飲食店、はいはい、まあ、今もありますよね、はい、そういうところにはとは取引をしないようにと、うん、お酒の販売業者に対して圧力をかけていた、はい、その、 取引停止をきちんと制約しないと支援金をもらえないという話があったっていうのが、まあ、第一点ですね、はい、でそれから西村さんがこの間言ったのが、取引金融機関から、うん、人種を働きかけてもらう。これ要するに
圧力をかけてもらうっていうことですよね。ということなんですけれども、まあ、実際にあのバー、ベースを経営なさっている山本さんから見て、まずこの話、はい、実際あの、まあ、まず感想を見えたことと、うん、何かこう具体的にエピソードがあったらちょっとお聞かせ願えますか。はい、あのなんかあの、お店ってやっぱり規模感によってその受け取り方ってすごいいろいろ違うと思うんですよね、うん、でうちなんかの場合で言うと本当に11坪の小さいお店なので、はい、あのまあその要請にを遵守していれば ある程度の協力金がいただけるので、はいはい、それで、まあ、あの家賃を払ったりとか生活したりってことはできるんです、うんうん、なので、僕うちのお店ぐらいの規模のお店だとあの、まあ、割と守ってるところ多いんじゃないかなって、まあ、その方が話が早いですね。なんですけどやっぱりこれがあのうちのお店は11坪で、はい、僕一人でやってるんですよね。なるほど。であの僕がいない時だけアルバイトを雇って、はい、臨時に一時的に雇ってる形になってるので、はい、そういう規模感のお店だったらばあの全然大丈夫だと思うんですけれども、うん、これがやっぱり、うちはバーなので一人でできますけど、はいはい、そうじゃなくてやっぱり飲食店って普通はやっぱり、まあ、そうで従業員がいたり、あと板長がいたりなんだりとかっていうようなお店だとやっぱり皆さんの給料やら何やらっていうことを考えると、はい、その協力金じゃやっぱとても回らないと思うんですよね。協力金というのはあのどれぐらいなんでしょうか。協力金はあのそのいろいろ変わっちゃったんですよね。なるほど。で去年はちょっと少なかったんですけども、やっぱ今年の1月にあの緊急事態宣言出ましたよね、はい、あの時にやっぱりちょっとやっぱ今までだと少ないから協力してくれない業者が結構多いっていうので、1業者というか1店舗に対して、6万円1日6万円っていう形で出たんです、うん、なるほど。でそれは、前回の1月から、3月ぐらいまでの緊急事態宣言の時はそうだったんですけど、はい、それで6万円っていうのもまた微妙なところで、なるほど。小さい店舗ならば1日6万円で全然足りるんですけども、はい、やっぱり大きい店舗っていうかもう何百坪もあるようなお店だと、はいはい、その 1日6万円もらったところで、あ、1、うん、そうですよね、なんかもう全然足りないっていう。そもそもそれ制度設計として、はい、小さなお店も、はい、大きな従業員を雇ってるお店も全部一緒だった、等しく6万円っていうのは。そうです。これ丸山さん頭悪いんじゃないですかね。全然成り立たないですよね。いや、まあ、そうですよね、はい、なんで、今回の、今申請を受け付けている、4月12日から5月11日までの分の申請、はいから、その売上高に応じて、なるほど、段階を経ていって、なるほど、まあ、4万円一番少ないところで4万円なるほど、で一番多いところで20万円ぐらいまでの、はい、あの要請っていう形に変わったんですよね。でそれはだから売上の証明みたいなことをしなくちゃいけなくなって、なるほど、でこれがですね、時短要請金っていうのがあのその期間を結構切って、はい、そのここからここまでの期間で払いますみたいな風になってるんですよ、うん、でそれぞれが事務局が違うんですよね、実は。事務局も違うし、そうそう、あの申請する先というかな、その受け取った人も違う、うん、電話かけて問い合わせしたらまた違うんです。そうなんですよ、全て事務局が違うんですよね。なのでで連携してないわけです、ね、連携してないです。それぞれが連携はしてない。繋いでくれないんですよ。その代わり一応あのページみたいなのはあって、それを前のを受け継いで、前の申請をした人はこれがあの、項目が減らせるみたいなことはできるんですけれども、うん、それはあの、前の申請に通ってなきゃいけないんですよね、うん、なんで、僕の場合もこの1月からのこの緊急事態宣言、あの去年までの協力金のもらうものと全く同じ形であの、うん、1月からの申請の分をやったら、仕様は全く一緒だったんですよ。書類不備で、そうそう、書類が不備で返ってくるんですよ。で、全部全く同じ形で出したのに書類が不備で返ってきて、何だろうと思って、うん、結局僕はね、あの去年の12月18日から1月7日までの申請を3回やり直しました。で、そうだよね、その次の1月8日から2月7日までの申請も3回やり直して、で、この一番ひどかったのは1月8日から2月7日までの申請の分なんですけれども、はい、その1ヶ月分が、結果入金されたのが6月8日だったんですよね。
そういうことです。そうなんです。だからみんなそうみたいな。そうなんです。何が不備だったの？いろいろと不備はあるんです。で、いや例えば犯行が一つないとダメなんだ。そうなんですよ。なんか不備のなんかこう用例集みたいなその後提出されて、いろんな不備があるってことは分かったんですけども、うん、まあ、うちの不備の場合はうちのお店自体がちょっと会社の、登録になってまして、はい、その法人がやってるってことですね。そうですね、はい、なんで、営業許可証が会社の名前になってるんですよね、はい、でも個人事業主として僕はその会社から店舗を借りて個人事業主でやってるんですよ。なんで、はい、個人事業主としてその申請をしたんです、うん、そしたら会社の名前と個人の名前が違うじゃないかっていうことで、そこの関係性を示す書類を送れっていう形になったんですよね。だからそこはうちも本当に信用取引みたいな形で、はいはいはい、契約書みたいなのやってなかったの で、 なるほど、 そうですね、それをもう急遽作って提出するみたいな形になったんですけ ど、うんうん、どね、うん、でそれを提出したら今度は、今度はそれ2月の分なんですけど、こういう仕様のものを送ってくださいみたいなのが後から来て、うんうん、でそれは、ここはこういう感じで、契約してますっていう仕様のものを後から送ってきたんですけど、だからそれをまた送り直さなきゃいけないっていう、うん、何度でもみたいな感じ の、うん、申請をして、うん、で、うん、まあ、その後の、3月、まあ、4月の11日ぐらいまでの分の協力金に関しては割とだからその、前回のそれがあったのでスムーズになったんですけども、次の今度5月、4月の12日から5月の11日今申請受け付けているものに関しては今度は売上の変動によってそれぞれ違うんですよね。違うんです。なので今回の申請に関してはまたすごく仕様が変わったんですよ。あ、それは事前のお知らせも何にもなく昔の書類を出せって言うんですよ。そうなんですよね、うん、だから去年もしくは その前の年の売上 の、 証明を出さなきゃいけないっていう書類の仕様が変わってて、なんで、すごく面倒くさい仕様にはなったんですよね、うん、で、まあ、それは一応そのなんか虚偽の申請をした、ね、業者とかも結構いますよ ね、 すね。なので、まあ、それ経産省の役人まで、ね、詐欺やってますからね。そうですね、はいはい、なんかそれの、まあ、一応あぶり出しみたいな形のこともあるとは思うんですけども、うん、やっぱりちょっと申請が難しくなって、やりすぎですよそんなもん。だって逆に言うとそういうの問題があったら調べればいいね。そうなんですよね、うん、だから一回、ま、でずっと緊急事態宣言とかマンボウとかが続いてますので、うんうんうん、時短の要請がずっと続いてるから、はい、1ヶ月分大体1ヶ月分ぐらいの申請が来るんですけど、うん、それの申請の事務局が重ならないように、うん、どんどん後出しになってるんですよ、うんうんうん、だから、今、やってる申請は6月30日から始まった申請で7月31日までかな、うん、かなんかの申請なんですけど、これがね4月分なんです。4月12日から5月11日分の申請をやってるんですよ今ね。今、うん、だから その間のものは全然もらってない形になるんですよね。でということで、この間西村大臣が、うん、次の緊急事態宣言、うん、今やってる緊急事態宣言は早期にやりますよっていうことを言ったと思うんですが、うん、それに関しては、7月19日から今度申請が始まる感じ、早期、うん、つまり今まで、実績がある人、時短要請金をもらってる実績がある人は、うん、誓約書さえ書けば、うん、早期でお金を出しますよっていうふうに言ったんですけども、うん、それって今度7月19日から始まるんです申請が、うんうん、そうすると何の問題が今度起こるかというと、その前の5月12日から6月20日までの分の申請が今度遅れるんです。その分その分遅れるんですよ。今度本当は7月15日から始まる予定だったんですけど、7月26日からの申請に変わるんですよね。よく覚えてられますね。あ、今帰ってきたんです。ちょっといい、はい、ちょっとその話、はい、僕ちょっと違うこと言いたいんだけど、まあ、まずこの話、はいはい、この話で言うとですね、これ見ていただくと分かります。今日の新聞、はい、ね、はい、ここ書いてあるのが5月6月分を後回しにして7月分先払いって言うんでしょ。そうですね、はい、要するに7月分先払いするっていうのは、うん、そういうふうに聞くとは先に払ってくれるんだと思うんだけど、うん、思うけどそうじゃなくて前の方が遅れてるんです。おい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 、そうそうそう、遅らせるんです。それなぜ、それなんでこれ、なんでこれ同時にできないのって。だって事務局違うんですよ、ね、要するにね、いや事務局も違う、うん、結局
逆に言うと例の委託先の問題なんですか、はいはいはい、あ全部要するに全部委託でこう出してるでしょ、うん、はいはい、そうするとその先渡しの例えば A さんっていうお店が、はい、その出してるこのの書類を持ってるところが一体今どこにあるかって分からないんですよ、聞いても、え聞いても分からない、うん、そうですそうです本当に、うん、だからね、お宅の山 の, あの僕ね電話かけて実は僕 の,、うん、あの息子のね店の話でそれをやったんだけど、はいはい、あのお宅の方のね、机の上に、うん、どういう書類が今どのぐらい積んであるんですかって聞いたの、うん、そしたらそんなこと言えませんって言うんだよないんだよだってそこは受けてるんだ電話コールセンターだから、うんうんうん、で審査してるって言うんだよね、うん、で審査してると思いますみたいな話なんだけど、うん、で審査してる先どこですかってそれも言えません、うん、でじゃあその審査先で今うちの書類がどの辺にあるかね山の上のどの辺にあるのか知りたいんだけど分かりません、うん、あ本当に分からないんだよね、うん、そうだと思います、うん、ていうかまあ基本みんなバイトだから、うんうんうん、全部座ってこう先に出しちゃってる、うん、そもそもそこから始まるんです、うん、そうそうそう、その委託先は入札で決まるわけですよねきっと、いやきっとね、どうなんですかね僕そこは分からないんだけどそんなで委託先はね博報堂だって聞きましたね、うんうん、で僕もそう聞きましたけど、うん、ちょっとどうなんですかねそれちょっとよく分からないんですけどだって入札そういうのって全部明らかになるから、うん、今その人は答えられないかもしれないけどどこに委託しましたかっていうのは絶対出ますから、うん、そうそうそうだから日本旅行が受けてるやつもあったじゃん、うん、ああそうですね、ありましたね、確かにあの自衛隊の大規模接種のやつとかね、うんうん、だから全部ねそういう意味ではそういうところの下請け下請け下請けの今の構造ね、そう行政についてのその構造があの前にも問題になったけど、そのことがねやっぱり今この東京都みたいなところでバッて出てくるわけですよ、そう、まあ、だから時短要請金に関しては本当に事務局が縦割りになってるんですよ、ね、あのもうあのその期間によって全然違う形になってる、なってるんですよね。で、ちょっとまあそれに関してなんですけど、その現在 の, あ の, その時短要請金の申請 の, あのフォーマットみたいなのがあるんですけど、はい、そこに、データが載ってて、で今までその時短要請金を申請してどのぐらいで支給されたかっていうことがグラフに載って出てくるんですよね。でそれを見てるとこれ7月9日のデータなんですけども、今年の3月8日から31日までの、時短要請金の、店舗数が10万4500店舗あったんです、うんうん、東京都の中で、うん、でそれ今もう 96% 支給されてます、うん、でそれが、全体の、支給額が1196億円ありました、うん、っていうのが出てるんです。で次にその後の4月1日から11日、これちょっと短いんですけど、はい、のやつは、9万7300件、うん、店舗数出てます。でこれ 80% も支給されてます、うん、で326億円ですって出てって、うん、今度のその次の、今やってるやつですよね、4月12日から5月11日までのやつで、これ6月30日から始まって、これ7月9日までなんで10日間ぐらいのデータなんですけど、うん、実は3万8900店舗しか出てないんですよ、うん、あの申請が、はい、つまり、3月8日から31日までっていうのは店舗数が10万4500件出てて、うん、4月12日から5月11日までの分はまだ3万8900件しか出てないんですよ、うん、店舗数として。でこれってどういうことかっていうと、やっぱりあの、まあ、10日間あのだいたい1ヶ月間ぐらい申請期間あるんですけど、最初の2週間ぐらいで9割ぐらいの店舗数が申請するんですよね、うん、なんであのここから増えても、まあ、5万件にはならないんじゃないかなって僕思ってて、うんうん、でこれ申請が面倒くさくなったことに加えて、うん、やっぱりそれだけもう無視して営業しちゃってるんじゃないかなってちょっと思ってるんですよ、うんうんうん、もう やっぱりやってられないっていうか、うん、この状況だと、うん、あのもう本当にあのお店が立ち行かなくなっちゃう、うん、閉めなきゃいけなくなっちゃうっていう形 で、うん、でだからあの3月にやってたその、うん、第3回の緊急事態宣言から、うん、やっぱりそこ店舗数は半分ぐらい、うん、協力してないんじゃないかなっていうふうにちょっと僕は踏んで、うんうんうん、まあいよいよこう危機がもうそうですね現実になってきてるっていう感じ、うん、いやそうですよね、うん、現実になってきました、うんうん、借りる先がなくなってくる、そうなんですよね、うん、そういうことで、ね、でそれで、ね、金融機関にどうのこうのみたいな、うん、まあそういう中でねその、はい、まあ今回明らかになったのが、はい、要するにお酒類の販売、まあ要するに卸に対してですね、
はい、圧力をかけるみたいな、はい、その、飲食店と取引をしないようにと、うん、いうことを、はい、まあ、もう文書で出してたということがバレてしまったわけですけども、ね、この辺どういうふうに受け止められる、僕はこれ全部西村さんのせいにしてますけど、うん、全然西村さんだけじゃないですよね、きっと、うん、こんなことを言うためにはまずいろんなところに根回ししないと、まあそうですね、だって西村さんってもともと官僚でしょ、うん、根回し得意なはずで、うんうん、他のところに全部話し通してから、財務省なり何なり、うん、話し通してから、はい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 、言ってるはずだと思ってるので、うん、これももう完全にこの内閣の意向なんじゃないかなって思ってるんですよね。で、多分やっぱりそのお店っていうものがどういうものなのかっていうか、その知らないっていうことを分かってないんじゃないかなっていうふうに、やっぱりね、それこそ先ほどもどなたかおっしゃってましたけど、菅さんお酒飲まないし、うん、あなんかそういうお店がお店に行かないんだ。そう、お店に行かないんですよ。だからあの人別にお店をパンケーキだもんね。そう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 、閉じてもらってても、で夜中のお店を閉じてもらっても多分何ともないんじゃないかなって、ちょっと僕は思ってるんですけど。そういうのありますよね、人間ってね。そうなんですよね、うん、いや関係閣僚会議で決めてんだよね、うんうん、だからちゃんとしたその倫理があって決まってるわけです、それは間違いなく、うんうん、なるほど。でそこはそこまで明らかになってる、うんうん、で結局ですね、僕はこの問題についてね、基本的なことをちょっと言っておきたいんだけど、はい、つまりね、その営業の自由っていうことについて、うん、どう考えてるのか、うん、で、今のその政権というのはね、この憲法の精神みたいなもんね、つまり自由っていう、うん、あるいは自由と民主主義でもいいんですよ、はいはい、そういうものについての、ね、鈍感さっていうか全く考えてないってことだ、うん、そうですね、うん、だってそれ規制すればできるというふうに思い込んでるわけでしょ、うんうん、そうですね。でまずね、大体ね、お酒っていうものが今目の敵にされてますけど、うん、そのお酒が販売するとコロナに、うん、が増えちゃう、うん、どういう因果関係なのかってどこにも証明がないんですよ。科学的じゃないですね、全然科学的じゃない、うん、だからそういうことから始まって、うん、それでその人流にしろ何にしろね、うん、そのことについても証明がないわけですよ、うん、でもともとですね、要するにそういうことを営業していくことの自由、うん、そしてその中で、まあ、いろんな、ね、問題が起こったらそのことを社会的な意味で制限をしていくっていう、うん、そのことについて言うと、それが日本国憲法のいいところのはずなんで、うん、つまり社会主義的なですね、そのなんか統制で全てやっていこうということではなくて、うん、そのなんていうんですか、そのことをやっぱりそれぞれの人たちの人間の自由でこうやっていこうっていうね、で そこのベースがねについてこう制限しようとしてるわけでしょ。そうですね。だから1年ぐらい前に随分こう議論されたことだと思うんだけど、うん、自粛なら保証っていうね、うん、っていう話があった、うん、でそれがね全く曖昧になっちゃったっていうか、インチキなんですよ、うん、で保証してないんですよ、うん、で協力金っていうのもね、あれ保証金じゃないですからね、うん、つまり本来そういう営業の自由で普通に事業をやっていたらこういうふうにお金が入ってきてこう流れてくると、うん、でこのだけの利益が上がるはずであると、うん、そしたらその分をちゃんと保証すれば、うん、その分をちゃんと保証すればね、みんなやめますよ、ちゃんとそのもう自粛っていうのは。外国はねそれをやってるわけです、先にちゃんとやってるんですよ、うんうん、アメリカなんかでバッとお金払ってるね。そうですね、うん、だからそういうことが全くないままにこのなんていうんですかね、お酒だけ悪者にすればね、それで解決するように思い込んでいる、うんうん、でしかもそのことに、まあ、逆に言うと西村さんみたいな、ね、そういうバカな人がいて、うん、でそれにみんな乗っかっちゃって騒いじゃうってね、うん、これもねまずいと思うんです、本当に言うと、うん、僕はその件に関してで感染経路ですよね、うん、エビデンスないみたいなのですけど、これ6月23日の東海テレビで放送されたものなんですけど、はい、感染経路の割合みたいなのをね、ちょっとやってたんで、うん、まあ、半分ぐらいは分かんないんですよ今、うん、もうデルタ株みたいなことになっちゃうと、うん、なんですけど分かってる経路だけで言うと一番多いのは今家族ですよ、うん、26% 家族、うん、で、医療福祉施設が 8%、うん、で職場が 6.8%、うん、で次に会食とか接待を伴う飲食店で、会食が 3.2% で、うん、接待を伴う飲食店は 1.8% だけなんです。なるほど。今ちゃんと感染経路として分かっているのは、うん、つまり 5% にも満たないというか、うん、なんですよね、飲食店に関して言うと、うんうん、
で現在やっぱり飲食店ってそれぞれ、まあ、いろんな規制があって、うん、もちろん人数制限もすれば、それからそのついたても立てたりなんだりとかして、うん、すごいきちんと感染防止対策やってるところが多いと思うんですよね、はいはい、入店の時に体温測ったり、ね、体温測ったりそれから、ねね、全部、はいはいはい、手指の消毒もしてもらったりとか、うん、そういうことをすごくやってると思うんで、なんかそこをまあ、もちろんね、お酒が大量に入ると、うん、やっぱり気が大きくなったりとか、うん、大きい声で喋ったりとかっていう方やっぱ増えるので、うんはい、その辺をセーブするもしかしたら多少必要があるかもしれないんですけども、うん、それ以外にのお酒が悪いっていうエビデンスは一つもないんですよね、うんうんうん、なんでそこでなぜそこのお酒を飲んじゃいけないのかっていうことに対する答えは一つもまだ、うん、示されてないなっていうのは思いますね。だからそれは本当に完全にちょっとお酒だけを悪者にされていじめられてる構図になってるのかなっていうふうには思いますけど、それは多分何をやったらいいかわからないから、はい、でも一応その何もしてないと怒られるから一応なんかやってなきゃいけないから、つまりとりあえず飲食店を攻撃しているというふうに僕には見えるんですけど、うんうん、まあ、だから人流を抑えるとか、うん、なんかまあ出かける機会を減らすっていうことで、うん、一番手っ取り早かったっていうだけだとは思うんですけれども、うんうんうん、そう、なんかそれだけでいいんですかっていう、うん、なんかそのことしかやってないようにしか見えないんですけど、という他のことをね、うん、何をやってるんだってことですよね。いや、 やっぱりね、僕はそれあれだと思うんだよね。その昔のギリシャ神話からね、はい、始まると思うんだけども、うん、あ、まあ、だけじゃなくて日本だって同じなんだけど、うん、つまりこのなんていうんですか、お酒っていうのは快楽というか楽しみのものであって、うんうんうん、で、まあ、そうじゃないこう知性とね、うん、のまあ、アポロンになるんだろうけど、うんうん、そういうものとこの反対側に属するものなんだと、うん、でこっちを叩けば、まともになるはずだというね、うん、そういうなんかバカバカしい議論で始まってると思うんだよね、うんうん、なるほどね。ピューリタニズムみたいなもので、の中で禁酒法ができて、うん、じゃあ禁酒法が結局どうだったかっていうね、アメリカの経験だってあるわけじゃないですか、うんうんうん、で本当にそういうことを抑えることによって、うん、その人間のなんていうんですかね、この生きていく活動っていうのがね、うん、こう正しい方向にというかな、うん、こう全面的な発展ができていくのかどうかっていうことをやっぱり僕は考えたら、うん、そもそもそういう政策自体考えることがね、僕おかしいと思うんですよ本当に。なるほどね、うんうん、やっぱね、我々分からないんだよ、そのウイルスがどこからどうなってるか、うん、で分からないから一生懸命調べてるわけじゃないですか、科学的に、うん、 そうですね、でその科学的に調べてるその話はね抜きにして、うん、そしてそういうなんていうんですかね、みんなが、なんとなく思ってる常識ですか、間違った常識の中に乗っかって、うん、やると、うん、一体これどうなるかっていうことなんです。僕はね、本当にね、こう人間自体がこう窒息しちゃうっていうかね、うん、そういう状況が、まあ、今実は生まれてるんじゃないかという気がしてるんですけど、うんうん、どうですか、マキさん。不要不急っていう言葉が最初バンって流行ったじゃないですか、はい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 、でなんだそりゃって、まあ、語呂もいいし、うん、で最初ターゲットにされた、まあ、お酒もそうだけれども、うんうん、アートとか、うん、その音楽とか、うん、で最初はだから不要不急に入れられてて、で入れられた、まあ、私たちはそんなことないよって、不要不急じゃないしって必要なんだから、うん、ちょっとずつで感染しないように気をつけて、映画もそうですよね、うん、すっごい換気あって、うん、でいろいろ工夫凝らして、うん、でまあ、そこがクラスターの場になることも少ないし、うん、まあ、最初ライブハウスとかあったけども、ライブハウスもすごい徹底して換気ガンガンやったりして、うん、でそれなりにちゃんと手を尽くせば、そういうこともなくなるから、その、うん、なんかアートとかそういうものがこう不要不急ってレッテル貼られると、こうみんなやめてやめってやるんだけど、なんかレッテル貼れるやつ探してて、でお酒も貼りやすいから、なんか貼って文句言わないとか、なんかそうだよねってなんとなく同意してくれる人たちのところに向かって、いかにレッテル貼るかみたいな、そういう戦いになってるので、で旅行もそうですよね、不要不急って、要するにレジャーとかって、うん、エンターテインメントもそうだけれども、うん、そんなのいらないでしょって言われがちなんだなと思って、うん、で結果何が起こるか、ちょっと DV だとか自殺だとかが増えてしまうので、うん、その心の安定じゃないけれど、リフレッシュさ
着せるために必要なものっていうのがあるから、うん、その簡単にこの業種は不要不急ですっていうこと自体おかしいと思っているし、うん、お酒も特にそうだし、アートやる人たちがその飲み屋さんとかをすごく大事にして、そこでこう話をして、うん、来た、まあ、文化とか経験とか記憶とかもあるので、うん、それはすごくこうメンタルに大事なことなんですよね、うんうん、なんかあの私自身はそんなにお酒ないと生きていけないっていうわけでもないし、毎日飲むかというとそうでもないけれど、その飲むな不要不急って飲む人はなんかいい加減とかだらしないとか、うん、あのきちんとしてないとか不真面目とか、うん、そういう見方やめてほしいし、うんと思います。あの特にですね、あの東京都のなんかホールかなんか で、うん、イベントをやる時にパッてその視察というか最初にこうチェックしに行ったら飲食禁止っていうのがバンって貼ってあったんですよ、うん、でおかしいって言ったんですよね、うん、あのイベントやるのに飲食禁止っていう姿勢がそもそもおかしいでしょって、うんうん、言ったら言われた方はえなんでダメなのみたいな顔してたから、うん、わすごい深い溝があるなって、うん、あの図書館でもカフェと併設して、うん、で飲みながら本読むっていう、あ、なるほど、ね、家で、うん、もうそれを当たり前にやっているわけで、うんうんうん、その公共施設だとその飲食禁止って酒なんか とんでもないみたいなんで、うん、タバコもとんでもないみたいな根本からなんか間違ってるっていうのを昔から思っていたので、うん、こうコロナの時に、うん、特にそれを感じます。なるほどね。あの山本さんのお店は、はい、そのあれですか、もう具体的に、はい、その開けてないんですか？開けてないですね。あの、これがですね、今日、うん、あのこんなことがあったのでちょっと数えてみたんですけども、うん、今年に入ってから緊急事態宣言もしくはマンボウが、うんうん、なかった日っていうのが1月の最初1日から7日までの7日間と、それから3月の緊急事態宣言明けた22日から4月の11日までの21日間のトータルで28日間しかないんですよ。マンボウも緊急事態宣言もなかったっていうのが、でそのなかった時も時短の要請っていうのが東京都から出てまして、うちが営業したこと、うちのお店が営業したのはその3回目 の3月22日からの、うん、開けた時に10時まで大丈夫だったんですね、うん、9時までのお酒提供で、うん、10時まで営業していいってい う、 そうっていうことになってたんで、うちはもともと8時オープンのお店なんですよ、うん、バーなんで、なるほど、朝までやってるお店なんですけど、うん、もう10時までなんて本当になんていうか開けたばっかりみたいな、本当は10時からお客さん来るようなお店なんですけど、うん、まあ、やらないよりはっていうか、なぜかというとこの時僕あの協力金全くもらえてなかったんですよ、今年に入ってからの分を、うん、なんでもう自利品というかお金が全くない状態で、うん、少しでもやって稼がないと家賃も払えない状態だったんですよ、うんうん、なんでそこで、9時まででもいいからと思って開けた21日間だけがうちのお店今年やった営業日数です。しかも1日に、9時まで10時まで開けてたんですけど、うん、6時か 5時か6時ぐらいから開けてですね、うんうん、でも5時6時にのバーに飲みに来る人はもうほぼいないんですけども、まあ で、 ね、うん、まあ、でも1日に4時間ぐらいの営業で、うん、21日間やっただけです。あとはもうずっと休んでます、うん、なるほどね。そういう状況の中でね、はい、まあ、今回その西村さんが言ったね、はい、そのお店はその資金繰りで融資使ってるかどうかわからないですけども、はい、その金融機関に対してその口利きをしてくれということは、やっぱり飲食店にとってはかなりの脅威になるという。そうですよね、うん、うちは別に借り入れがないから、うんうん、そこを言われても別に何ともないですけども、うん、お店によってはやっぱりそのお店の状況によってね、いろいろあると思うんですよ。資金繰りっていう意味で、資金繰りっていう意味では、うんうん、それこそこの休んでる間に、うん、やっぱりすごい無担保の融資みたいなのも去年からすごいたくさんありましたけど、そういうのも含めると、うん、結構借り入れしているお店いっぱいあるんじゃないかなって思うんですよね、うん、特にその協力金とタイムラグがあるとね、そうですね、その間の運転資金っていうのはね、そうそう、その間の仕入れもしなきゃいけないしね、その間 の、 その家賃もそれから従業員の保証も全部払わなきゃいけないとかなると、うん、そんな数十万円で全部賄えると思えないので、うん、だから
そういう意味で言うとそういうふうに借りてるお店結構あると思うんですけども、うん、そこにってなると本当に立ちが悪いっていうか、うん、ねえと思いますけれども、うん、まあまあ、もちろんそれは、やってる なんていうんですか、その要請を無視してやってるお店に対してってことだとは思うんですけども、うんうん、それって結局なんでやらなきゃいけないのかっていうことをまず考えてほしい。やむにやまれるんですよね。そうですね、基本的にはやっぱりそれやらないと生きていけないからやってるっていうことをまず分かってほしいなっていうふうに思いますよね。そうですね、まあ、だからね、そのぐらいのこうお金だとどういうことかっていうと、家賃とそれから従業員のね、まあ、本人と従業員っていうことになるのかな、そういうものとのその給料というか、そういうものぐらいで、そういうものぐらいで協力金って飛んじゃうんですよ、完全に、うんうん、はい、そうすると残りに何が残ってるのかというと、ね、今までの仕入れだとか、うんうん、それからこれこう、つまり商売をやったら必ず赤字になっちゃう、うん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 、そういう事態がずっと続くわけですよね、うんうんうん、あの時にテレビで死ねっていうのかとか、うんうん、吊るす気かっていう言葉が出て、そうそう、でそれで何のことって思ったら西村さんの顔があって、うんうんうん、それで次にだから理解するのにちょっと時間がかかって、何が起こったんだろう。いやだからね、本当にね、根本的にね、そういう人なんていうかな、ベーシックインカム みたいな考え方になるのかもしれないんだけども、やっぱりね、生活していくっていうことに関して言えば、きちんとしたね保証がなきゃダメなんですよ。だって、うん、もちろんそうです、うん、はい、そこの問題なんだよね、そっちの方が抜けてるわけですよ、完全に、うん、なんかだからそういう圧力のかけ方って政治がやっちゃいけないはずなのにやってるっていうことは、うん、あとだから、うん、センスを問いたいんですけど、その、うん、政治っていうものってなんだろうっていう思わせるような事件だったんですよね、すごく。まさにね、ちょっと今ふっと皆さんの話聞いて思い出したのは、例の麻生財務大臣がね、うんうん、要するにその新聞記者たちに質問した新聞記者に対してね、おめえは商売やったことあるのか、おめえんちは要するに給与所得者だろっていう言い方をしたんだけど、麻生さんちは商売人かもしれないけど、でも今回やってることって、うん、商売やったことない人のあれですよ ね、 すね、まさにね、丸山さんおっしゃった通り、仕入れにお金がかかるわけだし、従業員に払わなきゃいけないわけだし、要するに月々遅れても払えばいいだろうっていう話じゃないじゃないですか、それとあと、まあ、特に山本さんのようなね、そのバーみたいなお店だと、はい、やっぱりお客さんって来るのが習慣になってるってことがとても重要じゃないですか、それが要するにその習慣が途絶えるってことの影響はどうでしょう、まあ、もちろんそれはすごく不安ですよね、今度は8月明けた後にお店ができるかどうかも分かんないですけど、その、お店が開いた状態で、果たして今までのお客さんが戻ってきてくれるのかどうかということに関しては非常に不安はありますね。やっぱり今もう家飲みやっぱり安いし、はいはい、だからこそ実はお酒の販売数ってちょっと上がってて、なるほどね、家で飲むだから結構痛風になる人が増えてるっていうね、今ニュースになってますけど、お家で飲むとやっぱり安いんですよ、ね、はい、わかります。で安いし、自分の好きなように飲めるし、はいはい、あと、まあ、そのまま寝てもいいっていうか、ね、飲み屋が一番いいのは、はい、やっぱり理性を保たなきゃいけないんですよ。お家に帰る、それからお金を払うっていうことを最低限しないといけないっていう、それって結局 お酒をほどほどに楽しむ一番のアイデアなんですよね。なんで、お家で飲むことを覚えてしまった人たちが来なくなっちゃう、今度そうそうお店に去ってくるかなっていうか、だって高いんですもん、原価から考えてもう数倍の値段を払って、はい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 、来るんですけど、だからお酒だけの目的だとそうなりますよね、はいはい、だから僕、うん、さっき前木さん言いましたけど、お店ってやっぱり場を提供する場所なので、 そこの場で何が提供できるのかっていうことをちゃんと具体的に考えておかないと、今度お店再開した時に、結構割と痛いことになるんじゃないかなっていうふうには思います。そうですね、まあ、山本さんもね、この演劇やされてるっていう話だから、はい、よくわかると思うんだけども、ライブハウスなんかで言うと、このミュージシャンっていうのはいないと仕事にならないわけですよ、でところがここでやろうと思ってたらそういうことになってできなくなっちゃうっていうことになると、じゃあ自分のね力量をどう保つかって問題にもある、でそうするとね、とにかく練習だけさせてくれみたいな、そんな感じで、はい、まあ
こうやるしかないでしょ、うん、だって貸したら大変なことになるからね、うん、お金がかかるわけだから、うんうん、借りてくれればいいんだけどそうはいかないっていうことでしょ、うんうん、そうするとね、なんていうんですかね、やっぱりあの、うん、収入には全然ならない、ほとんどっていうかね、うんうんうん、そういう状態のことで、閉めちゃうわけにもいかないと、うん、こういう非常にややこしい状況に置かれてるみたいですね、うん、なるほどね。まあ、あとね、やっぱり先ほど丸山さんがご指摘していたね、そのやっぱりその自由に対する、ね、その制限のかけ方っていうか、うん、まあ、要するに本来そのもともとそのまあ今あるじゃあの自由民主党ですよね、まさに ね政権を担っている自由民主党っていうのは、例えばそういうその、まあ、共産主義とか社会主義の国がやっているようなですね、その私権を制限することに対して徹底的に戦ってきた、まあ、党であるはずなのに、まあ、今そういうことがもう全くなくなって、まあ、本当にその共産主義支配のようなですね、うん、ことをやって、なんか人民を従わせるみたいなですね、政治をやろうとしているってことについてもですね、やっぱり皆さん、特に自民党支持者の皆さんにはですね、気がついていただければなと思うんですけれども、まあ、この話題やってるとね、切りがないんで、そうですね、次の話題いきたいと思います。はい、はい、新聞記事はこちらでございます。東京オリンピック開会式まであと6日です。菅総理大臣はバッハ IOC 会長との会談で、すべての関係者が感染対策をはじめ適切な行動を取ることが国民の理解、大会の成功に不可欠だと徹底した対応を要請しました。バッハ会長はコロナのリスクを持ち込むことは絶対にないと断言しました。13日には選手村が正式オープンし、事前合宿を行う各国選手ら900人が来日、入国はピークを迎えました。そんな中、市民有志が東京地裁に大会中止の仮処分を申し立て、また、女性の医療従事者らがオリンピックを開けば医療が崩壊する、人々の命と健康を守るためにも東京には来ないでと外国特派員協会の記者会見で訴えるなどの動きも出ています。ということで、バッハ会長がコロナのリスクを持ち込むことは絶対にないと断言したということなんですけれども、すでに、いくつかの選手団の中からですね、PCR 陽性、感染者が出ているというようなニュースも伝わってきていますし、それからあの私事務所は選手村の近所にあるんですけれども、うん、まあ、普通に出歩いている、人はいっぱいいますし、まあ、そういう報道もあります、うん、でホテルの中でも、一般客と一緒に食事をしているというですね、うん、事前合宿をしているところもありまして、あのバブルっていう、ね、対策は一体どうなっているのかということなんですけども、その辺丸山さんどう。それ無理なんでできないんですよできないんですよ、バブルなんていう方式は。そうですよね、だってあごめんなさい、まあ、いやいやじゃあ前来てどうぞ。あのね、いやあの新聞の中に、記事の中にあのホテルに、はい、あの関係者が90人泊まっていて、ああ、でまあ、監視員が帯同しないといけないっていうルールブック、プレイブックがあっているんだけれども、はいはいはい、その帯同する監視員が1人しかいないと。で本来180人入る予定でまだ90人しかいないけど1人しかいないから、もうホテル側の支配人がもうあの無理なの当たり前って、1人しかいないんだから、その90人の人たちがコンビニとか行くのに、いちいちその1人が1回ついていくと次の人が来る時にいないっていう、そもそも そのやる気がないっていうか、嘘つきっていう状態になってますよっていう記事があって、なるほど、その数字見た時に、あどそんなにあのバブル方式でやるから大丈夫っていうのを何度も聞いていて、本当かなって、そんなことできるのかなって思うけど、そのバブル方式っていうのをもうあの支えにしてでやるっていう人は言っていて、だから嘘にまみれたね、最初から嘘なんでしょ、それ要するにほらあのアンダーコントロールから言って嘘なんで。でももうちょっとバレないように努力すればいいのに、90人とか180人1人っていうのはもうで、しかも英語ができなかったりするんだって、ね、帯同する人が、ね、それバイトなんですかね、帯同する人ってでしょ多分。その帯同者になった人にインタビューしてみたいけど、どういうミッションでそこにいさせられるのかっていう、そのあらかじめ説明がちゃんとあって、いや全部っちゅうわけじゃないだろうと思うけどね、でも一時が万事というか、そんなことでこれだったら、
まあ、だから皆さんちゃんと推測していて、オリンピックの期間は疎開しますって言って東京を離れる人とか、うん、もっと言うと海外に行っちゃう人とか、うん、ごめんなさい、丸山さん喋ってる時に、ね、うん、いろいろ、うん、察知して手を尽くして、で私はそのバブル方式だから大丈夫って、ね、一瞬でも信じた自分がバカだったと思うけど、はいはい、もうジャーナリストはもうすごい忙しいはずなんですよ、うん、今から来週かけて、うん、もういかにその、うん、こう言ったけど実はこうだったみたいなのが、うん、もう原発事故の時もかなりびっくりしましたけど、うん、まあ次から次へと来るし、うん、その今最大の山場 の、 そのコロナ禍でオリンピックって史上初の変なことになっていて、うん、でジャーナリストが多分一番忙しい時期だと思うんですよ、うんうん、まあ、見てみたいですよね。だから、うん、ジャーナリズム的にはね、ジャーナリズム的にはそれらを記録してし、うん、それらを世界に報道したいですよね。もう即座に発表してバブル方式って言ってたよねって、うん、うち、まあ、だから打ち勝った証としてっていうのはもう今日は言わないようにしようって我慢してそのつまり決意ですとか絶対にとか言い切るとかいう政治家ってもう花から それをもう禁句にした方がいい、決意だとか言い切るとかそんなのが通用する時代ではないので、だからそこを責めるのもやめようと思って今日は来てるんですけど、でもそれにしてもそういうのに騙されちゃいけないと、その一市民としてそういうのを聞いてちょっとでもそうか頑張ろうとか思ったり、あきっとそうなるねとか思っちゃいけないっていうのをもうここどことん胸に刻む時期なんだなって思います、うん、文芸評論家の斉藤美奈子さんが非常に面白いこと言ってるんでね、はいはい、東京新聞の、はい、コラムですね、コラムですけどで、ね、今は反対していてもいざ競技が始まれば日本人は手のひらを返して熱狂する、メダルのラッシュ ともなればメディアは祝祭ムード一色、まあ日本そうなりそうですね、だから世間はやっぱり五輪やってよかったねという雰囲気に一変し、菅首相はコロナに打ち勝ったと宣言、最低を更新中の内閣支持率も急上昇して秋の総選挙では自公が勝つと、うん、これが、政権与党の描くシナリオだろうと、うん、と言ってさすがに今回そうならないと私は信じたいですけど、さすがにさすがにそうはならないと信じたい。でも何回もやっぱりそうだったねっていうのを経験してると、山本さんそう思う、僕はね、なんかそれこの可能性強いなって気がする。いや、さすがにそんな見下しちゃいけないじゃないですか。そうですね。でもそういうシナリオなんだろうなっていうことはもう割と見えてることなので、まあそこを目指してるんだろうなっていうふうには思いますけども、うん、だからそうさせないようにね期待したいですよね、うん、確かに本当に、うん、そうですね、だ、うん、バブルっていうことに関して言うと、そのほら競技をしている選手だけじゃないじゃないですか、うん、はい、海外から来るのは、はいはい、実はそのジャーナリストとかの方がやっぱりよっぽど多くって、はい、でその人たちってバブルの中にいるわけないですよね。ね、だってバブルの外に行かないと仕事にならない、そう仕事にならないですもんね、はい、だって、やっぱり市政の人たちにインタビューをして、はい、どういうふうに考えているのかみたいなことって、うん、やっぱり聞きたいと思うから、うん、そうすると絶対接触あると思うんですよ、うんうん、でそれをどうやってバブルで収めようとしてたのかを、うん、僕は本当に聞きたいなっていうふうにやっぱり思いますよね。だからね、本当ね、僕ね、そういう不誠実だと思うんだよ、うんうん、真面目でないと思うんだよね、うん、そういうことで、なんかそういうふうに言っときゃどうにかなるよみたいなね、うん、そういう対策だと思うんです全部、うんうん、オリンピックに関して言うと、うんうんうん、まあ、大体それで いけるよねっていうのは今まではいけたんですよ、大体それ で、うん、でそうするとうまい方向にみんな一生懸命考えるからうまい方にここに行くんですよ。なるほど。その斉藤さんに言いたいのは、それが起こってしまうのは、うんうん、政治っていうのと投票っていうのが結びついてないからって思うんですね。なるほど。それ今回このコロナ禍でもさまざまなそのバブル方式の嘘とかにうわーって思ったこと、西村さんが言ったことにああひどいって思ったことっていうのと投票行動が結びついてない人がすごい多いんじゃないかと思う。多いでしょうね。それと投票は別って思うから、別じゃないんだよって、投票から立ち上がるのが政治だから、うわー嫌だって、政治って日本の政治ってどういうことって思ったら、まず投票を変えよう、で自分一人の投票だったら足りないって思ったら、その周りでそういうその
そう この状態、この、うん、やだって思うようなことが巻き起こる。でそれは政治だ、政治は投票から始まるのと、うん、って思ってない人を探して、うん、それってくっついてんだよっていうのをいちいち、うん、いちいちっていうか、まあ言わないとね、少なくとも3人ぐらいは、うん、で投票ってすぐ来ますから、うん、秋ですからね、うん、あの終わったらすぐですよ、うん、だから、うん、その時までに3人ぐらい探して、そういう人を最低3人でその人に言って、その人が分かったら、じゃあ投票まで3人それぞれ探してっていうふうに、あの一生懸命やらないと、すぐそのわやだって思った気持ちを無駄にしないためにも、うん、それはやった方がいいと思います、うんうんうん、まあ、でも少なくとも本当に例えば東京でやるオリンピックなので、あの日本の人やっぱメダルいっぱい取ると思うんですよね、うん、今回は来られないし、ね、強い人は来ない、だって強い人来ない人もいるし、だからそうすると、うん、やっぱりなんかそういう祝祭的なムードっていうのはなんかちょっとやっぱりある程度上がるんじゃないかなっていうふうには思うんです。なのでやっぱりそこに関し、それとこれは話が別だよっていうことをちょっと考えなきゃいけないなっていうふうに思うんですよね。だって別に選手が悪いわけじゃないから、だってオリンピック自体は僕もあのスポーツ見るのすごい好きなので、オリンピックはやっぱり楽しみだったんですよ。なんでただこの状況でやることがどうなんだろうと思っているのと、あとあのバッハさんが来てね、そのコロナリスクを持ち込むことは絶対ないとかって言ってますけど、それってまだオリンピック始まってないのにすごく今あの感染者が急増してるじゃないですか。これって別にオリンピックを持ち込んだわけじゃないよねって多分思ってると思うんですよね、うんうん、じゃあまあそうですね、うん、だってそうですもん、あのでそうするとあのもっと俯瞰的なというかヨーロッパ的な視点で考えると、例えばあのイギリスでね、あのユーロサッカーのみんなマスクなしで、はい、観客入れてやりましたよね、実験的に、うん、あれってもうイギリスの感染者って日本の比じゃないほどっていうか、うん、何十倍も感染者がまだ出てる、うん、何百倍も感染者出てるような状況なのに、ああいうこともやってる。でヨーロッパってあの、まあ、それはねもちろんワクチンがある程度進んだ6割ぐらい多分、進んだからっていうのもあると思うんですけど、ヨーロッパ あの当たり前って日本のこの状況の当たり前とはまあ全然違う、うん、なんか認識なんじゃないかなってちょっと思ってて、いやそっちの方が当たり前で、うん、それでその分に関して言うと、うんうん、まあ、僕どの程度か実際に分からないからなんですが、うん、ちゃんとお金をもらってね、うんうんうん、その後こちらみたいに、うん、あのなんていうかな、お金がないからやらないっていう関係じゃないんでしょう、きっと。ちょっとねこの話題あの、うん、一旦コマーシャル挟んでまた続けます、はい。そくん丁寧に洗うんだよ。手洗いキュキュキュ東京新聞ホットウェブで検索。こんばんは、内田誠です。こんばんは、内田誠です。アロハ内田です。宇宙のデモクラジオ、今日も、午後8時から12時までの2時間、お付き合いください。ゲストをお迎えしております、アーサー・ビナードさんです。トマラキコさんです。よろしくお願いします。よろしくご一緒に2時間をお過ごしくださいませ。東京新聞は家計に優しいって聞いたけど、カッパ君は浮いたお金でハワイからお取り寄せしたんだって。ハワイ、ちょっとちょっとちょっと、家計に優しく東京新聞、お申し込みはこちら。はい、デモクラテレビ本会議をお伝えしております。まあね、僕も山さんと一緒で本当にオリンピック楽しみにしてたんですけれども、はい、こんな形のオリンピックになるっていうのはとても悔しくて、うんうん、一体これで本当にいいのかって、なんでこんなことになってしまったのかっていうのはやっぱり、見通しが甘かったっていうのと、やっぱり僕はあの前の首相の安倍晋三さんの大きな責任だと思います。彼は自分の任期中に、オリンピックを開催したいという個人的な欲望だけで、1年延期を決めたんですね。これはもういろんなところで報道されてます。私もあの身近な人間が取材しているので間接的に聞いてますけれども、当時の組織委員会、それから会長の、森喜朗さんでさえ、延期は2年だと、うん、で、だけれど、安倍さんが、1年、まあ、年内にはワクチンが行き渡る、
年内って去年ですよ、うん、で、アビガン、治療薬もできるから来年できるんだと、うん、これも非科学的な根拠に基づいて1年だということを合意に押し切って、まあ、それでも1年って決まってしまったわけですよ。だから今このことになってる、うん、これ今この状況で来年だっていうふうにちょっと想像してみたら、うん、少なくとも相当ワクチンは、うん、そうでしょう、ね、日本はあの先進国の中では最低レベルですけれども、うん、でもその日本でさえかなりの人がワクチンを打つ、うん、そうすると進んでる外国をほぼワクチンに打ち終わってるっていう状況で開催されるオリンピックと来週開催されるオリンピックって大きな違いじゃないですか、うんうん、あまりにひどいなと、うん、オリンピックがめちゃくちゃになってるっていう感じがするんですよね。あのね、だからオリンピック精神ってねよく言われる話が、あの本当にぐちゃぐちゃにされちゃったなって、一つは僕はやっぱりあれだと思う、 あまりにも経済に偏ったっていうかね、はい、儲け主義になっちゃってるっていう、うん、そのことがもう 最大の原因だと思うけど、あのでもそのこと自体は、まあ、社会がそういうふうにね作ってきてる中でのことだっていうふうに考えれば、やっぱりね本当にオリンピックって何なんですかっていうことをね誰も問いかけてないんだよ、うん、でそれ僕前にも言ったけど、新委員長がねこう党首討論で、なぜやるんですか、はいはいはい、答えられないんだよ、うん、そんなもんね、つまりその世界の平和となんとかなんとかいろいろあるでしょ う、 そう、その少なくともクーベルタンがこういうふうに言ってますぐらいのことは言えるはずなんだよね、うん、多分官僚の答弁にはそういうことが書いてあったと思うんだよ、うん、でもそのことを読み上げることすらできないっていう、そういう総理大臣っていうのは、ね、僕は本当にねもうなんとかこのオリンピック精神を怪我してると思いますよね、うん、本当に。はい、どうぞオリンピック憲章に、まあ、もう書いてあるかもしれないけど政治利用の禁止ってすごい書いた方がいいと思う。いやいや書いてあるんだよ、あるだからそないも同然というか、あのそもそもそっちの方がないんだよ、ね、招致するときからなんか嫌な感じって思ってたのは、うん、もう最初から政治利用見え見えというか、あの、ま、政治の道具にしてるわけですよ、招致したのだってその喜ぶのだって、その後も、ま、今でその支持率を上げようと思ってることも含めて政治利用だから、そうもし私が今電通のオリンピック室の人だったら、もう今後オリンピックが生き延びるためにはいろんな国から招致してもらおうとオリンピック委員会が思うのであれば、もう政治利用の禁止っていうのを徹底的にやって、もう政治家はもう委員に入れないとか、その政治家だった人は入れないとか、政党職はなしっていうふうにすごく経済的に回さなきゃいけないっていうのはあるけど、その政治とはその相性が悪すぎるんですよ、スポーツって。そこはもうはっきり分ける、あの NGO とか NPO とかにはその政治色あっちゃいけないとか言うけど、もうスポーツこそ政治色があっちゃいけないって、変に利用されちゃいけないって、ナチスの時からそうなんだから、もうそれをあのみんな私たちも楽しむ側もオリンピックが好きな人もスポーツも好きな人もそれはすごく注意して今後やった方がいいと思うし、そうしないんだったら私はもういやって、スポーツって政治的に引っ張られるからいやだなと思います。いや電通の中でもねそういうことを言ってた人がいるらしいね、うんうんうん、なんか僕はおととしぐらいにね、その電通 の、 人はそういうよ、の人たちの批判の中での批判のちょっと聞いたことがあるんだけど、それで言うとやっぱりね、その要するにオリンピック精神って何なんだって、まあ、つまりあそこで言われてたことで言うとお金の問題ですけどね、簡単に言うと、うん、それはもう本当に何か金にまみれた、オリンピックになっちゃってるってことなんじゃないかと思うんだよね。あのいやだけど金にまみれたって言い方要注意なんですけど、うん、あの経済的に回っていかないと成立しないから、うん、まみれるも何もそのお金が必要なのはみんな一緒だと思うんですよ、うん、あの酒屋さんだってバーだって、うん、だからまみれるっていう表現が あんま好きじゃないんだけど、うんあのうん、悪いお金にだな、悪いわけ、なんていうの、政治に絡まるって嫌だっていう、僕はね、もっと現実的なことを言うとね、これ利権にまみれてるぐらいだったらまだマシだと思うんですよ、うん、つまり、オリンピックって、まあ、確かにその今商業主義になってるっていうけど、
もう何かって言ったらもう執着コンテンツですよ、うん、単純に、うんうん、だからどの国のどの都市もうちでやりたいって言い出して、うん、でそこで集客されることによって飲食店が潤う、ホテルが潤う、観光施設が潤う、なんとかが潤うっていう、まあ、経済効果を期待してるわけじゃないですか、うん、ところが今回のオリンピックはそれすらないんですよ、ないです、うん、商業主義ですらないんですよ、うん、だってお客さん来ないんだもん、うんうん、まあそうね、うん、じゃあなんでやるかっていうと、さっき丸山さんが言ったように選挙で勝てるからって思っている一部の人がいる、支持率が上がるから、あるいは俺が総理任期中に開催したいっていう個人的な動機でやってるっていうのが、やっぱりこれ今回の東京オリンピックの最大の問題ですよ、うん、その商業主義とかクーベルタンとかオリンピック憲章の精神がないがしろにされてるっていうのは、もうこれはも もうずっと永久してる問題で、これはもうまあそれはそれでなんとかしなきゃいけないんだけど、でも今年東京で開催するっていうのは、たった2人の政治家の、たった2人の政治家の個人的な都合なんですよ、まあ、政治的な野望という、野望っていうか欲望ですよね。そうです、そうです、政治生命を長くしようっていう欲望、自分のですよ、自分の、そう、うん、そのしかも2人の、だからそれは本当の意味での政治じゃないんですよ。じゃないじゃないじゃない、公益性ないから、それはそうですよね、エゴ、自民党のためにもならない、政治的エゴだから、うん、だからそこを踏み違えちゃいけなくて、その決意を表明したり言い切ったりすることに、あの素敵ねって思うのをやめないといけない。まだきっと素敵ねとか思ってる、いいわねきっぱり言ってみたいな人がいると思う。来年きちんとした形でやった方が電通も儲かるし、パソナも儲かるし、みんな儲かるんですよ。そうです、そうです、今年やったら電通だってさ、要するにさ、本来売るべき利益の半分ぐらいですよ多分、まあね、でももう遅いけどね、それを今から路線変更はできないと、うん、いうことを要するに知ってほしいということなんですよ。つまりたった2人の政治家の個人的な欲望のために全員が迷惑している、特に山本さんみたいなね飲食店の最大に迷惑しているということをやっぱり知ってほしいなと思いますけどね。でもだから悔しいのは、それがきっと繰り返すだろうなというか、回復の兆しがないっていう、うんうん、で、あ、それがその斉藤美奈子さんが回復の兆しを認めてないから、そういうコラムをお書きになるんだと思うの でそれは悔しいかな。私もその回復の兆しをまだ発見できていないので、だから本当に本丸は今度の選挙だと思うんですよ、はい、その秋にちゃんと私たちはちゃんと投票できるのだろうかっていうところが、またその投票すれば、まあ、オリンピックはもう終わっちゃったじゃないじゃないなくて、また次の6年が始まるわけですよね、うんうんうん、でその6年またいろんなことがきっと起こると思うから、その時に後悔しないためにも投票選挙までのこうよく考えた行動をしないといけないなと思って、うん、でもまあそういうふうに考えると、うん、あの今ほらバッハ会長が来てて、うん、いろいろ自由な行動をされてることはすごい、広島まで行ってね、そうそうそう、すごいなんていうか別の敵を見つけてて、すごい、うん、あのそういう意味で言うとこう政治家から目をそらすすごくいい素材ですよね。考えてみたら、どういうこと、どういうこと、もうちょっと丁寧に説明して、だってその今ほらバッハさんがやっぱりすごいあのオリンピックに関してはすごい悪者になっちゃってるから、だからそういう意味で言うと、そのさっき山口さんが言ったようなその政治利用した政治家みたいなことに関してはすごくなんていうかこう目がかすんじゃうっていうか、まあ、隠されちゃってます、ね、隠されちゃってますよね、うん、今バッハさん辞めちゃってるからね。そうですよね、だからバッハさんがすごい悪者に今やっぱりなっちゃってるっていうか、そうですね、隠されてるんだよね、うん、まあ、そうですよね、うん、っていうふうには思います。まあ、あとはですね、あの、まあ、そのね、真木さんがおっしゃったようにその選挙ということになってきますけど、先ほどね、あの丸山さんが紹介してくれたその、斉藤美奈子さんの、コラムによると、これで盛り上がって、まあ、一気に、総選挙を迎えるということのシナリオを描いているということですけど、多分、こうやって世界から人が集まって、まあ、次にまた山が来ますよね、感染の、うん、いや、どうなんですかね、分かんないですけどね、ワクチンとの、ね、山って感染者数の増加っていう、はい、増加も、ね、あるんじゃないって、まあ、今時点でもう山になってますけど、このなんか高くなるとか、そのひどいことが起これば起こるほど、これでちょっとは政治もマシになるかもって逆に言う人もいるけど、それも嫌だと。原発が事故った時、もう一回事故ればいいのにっていう人がいて、やめてくれって、いや
それとあとあの安全保障のことでも、はいはい、自衛隊に犠牲者が出ればもうちょっとマシにって、いやもうお願いだからそういうこと言うのやめてくださいってそうじゃなくて、そのもう一つの災害とか悲しみを待ち望むのではなく、自分たちが自力で理性的になるっていう、その政治っていうものを多分大勘違いしてる人がいる、まあ、自分もそうかもしれない、いっぱいいる。だからそれをこう勘違いをやめさせるのに、うん、そういう、うん、あの嫌なことがを待ち望むのではなく、うん、なぜかっていうと、こう嫌なことがあると法律、新しい法律が作られたりっていうのは、うん、日本だけではなくて国際的にもあることで、はい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 、でその外圧頼みも嫌だけど災害頼みも嫌だから、うんうん、自分たちのその知性と話し合いの力で何とかしたいと思います。そうだよね、本当そう思う。これはあのさっきあの、ね、コマーシャルの時に、ね、ちょっとあの丸山さんが指摘されたことなんですけれども、やっぱり怖いなと思うのは、その今回 の, そのコロナ対策をやっている、さっき山本さんが教えてくれたような、もう事務局がもう全然だめだっていうような、はい、この丸山さん、日本政府がその、国の安全保障になっているっていう部分、まあ、これはその今回のコロナ対策がもう竹槍と一緒だっていうようなね、まあ、そういう例えが新聞なんかには出てましたけどね、その辺がもう本当に怖いなという気がしますけれど、どうでしょう。その先ほど の, その戦争と似てる話ちょっと、あのね、いや、そうじゃあ斉藤さんのね、その文章の後の方をちょっとだけ読むと、あの欲しがりません勝つまでは、うん、というのが、緊急事態化の事態宣言下の五輪は欲しがりません勝つまではの図式そのものだ。なるほど。戦争に勝つために15の人従を強いる、うん、外出を制限され仕事を奪われ行政に監視され、うん、休業や廃業を余儀なくされる中で前線の兵士に声援を送るよう仕向けられる、うん、中止の声が大本営の号令でかき消されたらいよいよ敗戦は濃厚だって言うんですよね、うん、あつまりそういうこと本当に。でね、あの僕ちょっとそれはあの、まあ、今のお酒の話も含めてなんですけど、うん、要するにあの自由が制限されて物が言えなくなるっていうことが戦争の始まりなんですよね、うんうん、でずっとそうだったわけですよ、うん、でやっぱりあのでその時にどういうことがいろんなことで起こってきたかっていうと、例えばその中国で、そのいわゆる満州事変が起きたでしょ、うん、であれ以前にもうどんどんこの日本軍はあの侵食して入ってきているんですけども、はいはい、つまりあのことを一つの契機としてね、そしてその日本はあの日本の新聞も含めてなんですが、うんうん、あもちろん ラジオは、うん、その時は当然もうそうなって、うんですが、あのみんな中国が悪いんだっていう宣伝をして、うんうん、そして、満州を譲るわけにいかないって言って頑張って、うん、でその戦争にずるずるずる入っていくわけですね。そうですね、うん、だからそういうふうなこの例えばことを考えると、うん、つまり物が言えなくなるっていうのはね大変なこと、うんお酒について言うとね、物価統制令で統制されていくんですよ、うん、お酒がもうあの配給になっていって、うん、それから その頃に合成酒っていうのが生まれてくるんでしょ、うん、あの要するに、うん、普通のお酒じゃなくてね、うん、だからそんなことができてくるっていう、うん、そういう、まあうん、つまり歴史があるわけですよね、うん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 、だからそういうことを考えるとね、本当にねその今の政府のやってることっていうのは、例えばそういうことについてためらいというかな、うんうんうん、これをやったらまずいんじゃないかっていうことがなんで言えなくなっちゃったのか、うん、でやっぱねさっき言ったようにあれなんです、これその関係閣僚会議ですから、うん、でそのペーパーを書いてる人は官僚ですよ間違いなくね、うんうん、で、内閣府の対策室なんだろうと思うけど、うんまあ、そこにその事務官みたいなのがいて、それでその親分がいてっていう感じになって、この案が上がってきてるはず、うんおかしいなっていう人はいくらでもいるはずだと思うんですよ、うん、僕らから上司から言うと、はいうんうんうん、ちょっとまずいんじゃないこれってね、うん、なんでそのことのブレーキが効かないのかってのは本当に、ね、危ないと思うんですよね、うん、なるほどね、うんまあ、それを、ね、その象徴するのがですね、その、まあ、たまたま都議選の前になったあの、月刊花田にあの掲載されたね、ああそうですね、あの安倍晋三さんがね、うん、前の総理大臣が要するに反日の人たちがオリンピックに反対していると、オリンピックに反対しているのは反日であると、非国民であると、
それは戦争に反対する人が非国民だと言ってるっていうのとすごく似てると思うんですけど、山本さんその辺の雰囲気とかどうでしょうね。そのつまりまずオリンピックのためだったら何でもありだと、要するに我慢しろと、飲食店我慢しろと、酒出すなと、酒出したやつは取引停止だということを強いて、従わないやつは反日だと、反日だというのが、まあ安倍さんが言ってしまったみたいな。なんか DHC の社長みたいですよ、ね、なんかそんなこと言ってるの ね本当に。なんかそのなんですかね、なんかその、そういう体制に、反対するとそれは反日ってことになるんですか。でも、ね、日本を良くしようと思ってというか現状を良くしようと思って意見を言うことが反日だっていうんだったら、それはまあ喜んで反日になりますけど、そういうことじゃないですよね。そうですよね、いやだから そういう精神構造 自身がね、もうちょっと本当におかしいなと思ってるんだけど、でもねそれに巻き込まれていってる人たちが多いんだろうという気がする。勘違いさせちゃい、勘違いする政治家がいると勘違いさせる周りの人たちもいるかもしれないから、それは本当にやめてほしいと思うんですよ。そうですね、もう卑弥呼かと思うんですよ、あの要するに予言、政治家は予言者じゃないから、こうなりますよって言い切って、で決意表明して、わあ素晴らしいってなることでそれが実現されるって勘違いしてるのかもしれないっていうか、その行動パターンが怖い。戦争もそうだから、で要は勝つよって言って、おーって手を挙げる人も気持ち悪いけど、勝つよって予言するっていうのも怖いし、で政治っていうのをその予言者みたいに思う、どうなりますかねっていうのを政治家に聞いたり、あるいは政治評論家に聞いたりするのはやめてほしいっていうか、そういうもんじゃないからっていう気持ちなんですよ。あの、で卑弥呼、あの人たちはいろいろな専門家の意見を聞いて判断する人ではあるけどね、でも予言する人じゃないですよね。だからこうなるかもしれませんとか、こうしたいと思いますはもちろんいいんですよ、こういう世の中にしたいんですっていうのはいいんだけれども、その勘違いしてるっていうか、神がかることが政治家ではないからで神がかった政治家が強いわけでもないし、で大体その神がかることをやめさせない、必死にみんなでやめさせなきゃいけないのに、なんかその神がかる方へ、神がかる方へみんながこう力をつけてくって、つけてくっていうか同調していくのは本当に気持ち悪いからやめてほしい、ね、こうなってほしいからこうしたいと思いますってね、言ったらまだいいと思うんだよ、はいはい、そう最初はそうだ、言わないんだよ、言わないんだよ、でも今や、いやそれね、まるでこうなってほしいの部分が言えるほどなんて、なんていうのかな、強くない、強くないんです、すごくチープな話なんですよ、うん、そうなんだ、選挙に勝ちたいとか、その場合は黙っててほしいわけで、空っぽですねって言われても黙っててほしい、黙ってやったら認めたんですねっていうことで、せめて日本はこうありたいから、オリンピックやるんだって言ってほしいよね、まあ、せめてそうですよ ね、せめてそれなら、まあ、あの納得する側と納得しない側出て、そうですよ、ね、議論になりますけど、そうじゃないからやっぱりのそうですよね、なんでこれをやるのかっていうことを、なんていうの、間違っててもいいから言ってほしいんですよ、ね、そうそう、間違っててもいいから言わなきゃいけないんですよね、そうするとあの人間違ってるとか、うう、私は賛成だとかね、そういうふうに言えると思うんですけど、そこ言わないんですよね。でも迂闊に言うと支持率が下がるから言わないって思ってるんだけど、でも言わなくても支持率下がってるじゃないですか。だからその下がるに任せておく方が賢いぐらいだから、ただ本当に支持率を下げなくちゃいけないときは下げなくちゃいけないんだけど、その下げる力がいまいちお互いに不信感持ってるっていうのもあるから、だからどこの機能が壊れてんのって、こっちも こっちが壊れてるからってこっちも壊れてていいわけじゃなくて、どっちか治る方から先に治していくっていうのが必要だと思うんですよね。まあね、あの今回 の、 そのオリンピックがね、丸山さんがおっしゃっていただいたようにですね、すごく戦争に似てるなと思うのは、まさにそのあの井上瀬直樹さんが書いた、ね、昭和16年夏の敗戦というね、本があるんですけれども、まあ、当時の精鋭を集めてその、まあ、研究をした、総力戦研究所というところで、アメリカと戦争したらどうなるかということを、まあ、もうあらゆるシミュレーションの、まあ、データを積み上げた結果、日本は負けるという、結果が出ていたにもかかわらず、
日米開戦をしてしまったと。その時はもう今と同じですよ、多分大丈夫だろうと、感染者増えないだろうと、医療は崩壊しないだろうと。今、お医者さんというかもう医療関係者はこのままオリンピックをやったら、感染者さらに増える、重症者も増える、医療は崩壊すると言っている。つまり科学でそうなりますよというシミュレーションが出ているのに、多分大丈夫だろうということで始まろうとしているということをですね、ぜひご覧の皆様にはよく認識していただいて、先ほどから前北さんがおっしゃっているように選挙に生かしていただければなと思いますけれども、ちょっと次の話題いきたいと思います。新聞記事はこちらでございます。新型コロナウイルスのワクチン供給をめぐるドタバタが続いています。自治体で相次ぐ接種予約の停止をめぐり、もう少し早く供給量を示し予約ペースを落としてもらう必要があったと河野担当大臣が陳謝しました。全国知事会は市区町村は国の方針に基づき接種に全力を挙げてきたのに、はしごを外されて混乱していると政府は厳しく認識すべきだと批判する提言をまとめていますが、加藤官房長官は各自治体で接種スピードにかなり違いが出ているとし、供給ペースに合わせて接種を計画的に行っていただきたいと注文をつけています。また長官は海外渡航者向けにワクチンの接種歴を公的に証明するワクチンパスポートの申請受付を始めることも明らかにしました。まあ、これね、先ほどね山本さんから教えてもらったその支援金のね、支払いがまあ事務局滞っているのとまあちょっと似てるんですけれども、ワクチンがねドタバタですけれども、牧田さんも打ちましたなんですけど、何区ですか？世田谷区です。あ、遅れてる。そうでもなく着々とではあります。で、接種券は来てます。はいはい。でうちの中に打ってほしい派と打ちたくない派がいて、ご自身が打つかどうかまだ決めてないってことですね。うん、毎日白熱議論中で打て打てプレッシャーが家の中にいて怖い。まあ、それは、ね、判断ですからね。うん、打たない自由もあると思いますよ。うん、モラトリアム、モラトリアム、ただいまもっかモラトリアムで毎日こう必死にモラトリアムってモラトリアムってもうちょっと楽なはずなのに、もう必死にもうなんて言うかっていうのを毎日考えないと生きていけないという、うん、そういう感じ。いや、前さんぐらいなお年だったらまだね、そういうふうに悩まれるって分かると思うんですけどね。僕なんかの場合で言うと、やっぱりまあ、いわゆる基礎疾患と称するものが一体どういう意味なのかっていうことから始まらないといけない。だからお医者さん自身がねやっぱりね悩んでるんですね。うん、だから先生、僕どうしたらいいでしょうって言うんですよ。うん、そうね、外国に行くんだったら持たなきゃダメだから打った方がいいってこう言うんだよね。いや、それはまあ行くかもしれないけど今ちょっと直接予定はありませんけどって、いや壮大な人体実験が今されてるわけですからねっていうのは、これがね本当に一番冷静な言い方だと思いますよ。お医者様が、お医者さんがそういう巨大な人体実験だと、はいはい、壮大な人体実験だっておっしゃってるっていうことですね。はいはいはい、それは、ね、僕は本当に正確な言い方だと思う。うん、でまあそれじゃあそのなんかこう気をつけることってありますかっていうと、それは今までの生活をきちんとねやってらっしゃるならばそれで、他のワクチンと同じですからねっていう、うん、まあ、ことになるんですよ。うん、だから僕はまだ券は持ってますけどやってませんけどね。ワクチンはだからまず、まあ、ちょっとその議論しだすと大変ですけど、うん、まず効くかどうかわからないってことと打って大丈夫かどうかっていう、そう、ね、それまでだから、ね、はい、がまだはっきりしてないから、はい、こう考えてるっていうところですよね。山本さんどうですか？僕も打ちました。はい、僕2回、いやまだ、1回しか打ってないんですけど、はい、僕の場合は渋谷区なのですけども、うん、渋谷区は最初当初ね接種券とかが遅れてるとかって言われてたんですけど、うん、6月30日に一斉に多分配って、はいはい、出して僕7月1日に、うん、接種券が届きまして、うん、でちょうどその7月1日にスマートニュースっていうアプリが、うん、渋谷区にあるんですけど、そこは職域接種をやるのに、うん、渋谷区民もどうぞっていうことを発表したので、すぐに
予約をして次の日に僕を受けに行った。だから7月2日に、うん、1回目の接種を受けたんですけれども、うん、それはなぜかというとやっぱり僕はまあ、 お店をやってて、うんね、やっぱり人に接する機会が多くなる可能性があるので、うん、その時はまだ緊急事態宣言こんなに長くなると思ってなかったので、うんうん、8月頭ぐらいまでにはちょっと接種を済ませておいた方が、うん、お店を、ね、8月の頭ぐらいから開けられるとしたら、うん、安心だなと思って、うんうん、ちょっと急いで受けた形になってるんですけど、うんうん、結局8月23日まで開けられないんだったら、まあ、もうちょっと様子見てもよかったかなと思ってるんですけど、うんうん、受けて、モデルナ職域接種だったのでモデルナを受けました、うんうん、はい。まあね、お客さんに接する以上はね、はい、まあ、一応お客さんも一応ね、はい、マスターが、接種されてるって聞くとちょっとまあ安心感にする、うん、そうかなと思いましてことになってきますけどね、はい。 まあ、なのでね、丸山さんと前北さんが今こうテーマとして考えているそのワクチンそのものがどうしようかっていうね、うん、ことちょっと置いといて、うん、要するに早く打って早く打ってって言っていたにもかかわらず、うん、こいつら用意できてなかったじゃないかと、うん、でしかも河野大臣に至っては2ヶ月間供給が足りなくなるっていうのを知っていながら隠してたと、うん、この事実についてちょっとまずご意見聞いていきたいんですけども、うん、丸山さんどうでしょうねこれね、うん、だからいやこの辺もねやっぱりねもうちょっと本当しつこいんですけどやっぱ本当戦争の時代と似てるなっていうか、うん、ちゃんと情報出さないじゃないかお前ら情報も出さないし、はい、いや情報出さないってこともね、うん、でねロジができない一体どこからどうやって持ってきてるのか分からないでしょ、はい、要するに、まあ、輸送経路というか変な話だけど、うん、そういうことまで含めてわからないじゃないですか。それで一方でほら台湾に送ったりなんかしてるじゃないですか、はいはい、であれについてもまた今度は1万がついたりしてるわけですよね、ですからもうワクチンそのものが本当になんていうかな いわゆる純粋なワクチンじゃなくなっちゃってるのかなっていうふうにそういうふうに思えちゃ う、まあ、ワクチン外交なんていう言葉も、ね、ありますからね、うん、ですよね、うん、そのことはまあ一つのみんな皆さんの迷いの、ね、一つの要因だとは思うんだよ。ワクチン大臣が出た時点で、うん、ああもう政治利用って、うん、もう本当に利用できるものは全部利用しようって思うのが浅はかっていうか、そこを見抜いて問題視しないといけないのになって、うん、要するに本当だったら、あ本当だったらっていうか、その菅さんの支持率がワクチンと同時、ワクチンが打つと同時にこう上がっていくはずだからっていう話を聞いて、それ自体も気持ち悪いって思ったんですけど、そういうものと分けて考えるっていう癖だとか、その科学的なものと政治的なもの、神がかって、まあ歌手とかは神がかってもいいけど、神がかっちゃいけないもの、あとだから神がかるっていう言い方をもう少し平たくすると、期待しすぎていいものと悪いものっていうのをちゃんと見分けた方がいいと思いました。だからワクチンだって期待しすぎて、その期待感でもって何かをこう得ようとする手に乗るから、そう隠そうって思ったりするけど、もうそういうその期待感を高めすぎた罰っていうものを本当に痛く感じれば、そういう隠した後でバレて恥ずかしい思いをしたり、痛い思いをしたっていう経験をちゃんとつけていくっていうのも大事だと思うんですよね。そうですね、なんか今回その隠しててバレたことは本当にいけないことなんだよって、ちゃんと叱らないと覚え猫じゃないからっていう気がします。いや本当ね、でもそれ叱るのの最大がやっぱ選挙だからね、うん、本当ちゃんとやってほしいと思いますけどね。でもこんなにたくさんだからこう打て打てって言ったことが影響して、うん、こんなにたくさん1日ほら1日100万回って言ってたのが、はいはい、実は蓋開けてみたら150万回打ってたから足りなくなりましたみたいな話になってるじゃないですか、はい、うんうんうん、こんなに、尻叩いたら日本人って割と素直にみんな、うん、じゃ打ちたいって思っちゃって、うん、まだ接種券がまだなのかみたいなことを結構みんなからせっつかれるみたいな、うん、ことがなんかこうあまり分かってないのかなっていう、やっぱり、ね、お年なんですよ、うん、その要するに被告民じゃないけどね、うん、そういう感じのものはね、やっぱワクチンについてもあるんじゃないか、うんうん、あうん、そういう脅し、うん、そういう気がするのね、うん、だから本当に必要だって、まあ、僕もそう思うんだけど、うん、まあ、必要なものでもサボってることっていくらでもあるわけですね、簡単に言うと、うん、
だからそういうことと要するに考えてどの程度のウェイトのものかなっていうことをやっぱり、うん、あのもうちょっと冷静にねみんな考える必要があるなっていうのは、うん、まあワクチンについてはそういうふうに思います、ね、特にあんまりワクチンについてどうこう、こうねやめろという気もないし、うん、やった方がいいというふうにもね積極的に今どこまでなのか本当に実はよくわからなくているっていうのは現実ですけどね、うん、やっぱあれですね、あの皆さんの話聞いてずっと思いついたのはやっぱりこの恫喝的なその政権運営、恫喝によって人を動かそうとするっていうのは何に起因しているのかってことはジャーナリズムちゃんとやった方がいいですね。その菅義偉っていう個人なのか固有 の個体の問題なのか、あるいは自由民主党っていう党の問題なのか、うん、まあ、政権全体の問題なのか誰なのかっていうことを、うんうんうん、あの今聞いて思い出したんですけど、確かにその最初の頃はね、ほらワクチン打ってない自治体は、なんだっけ、地方交付税交付金、うん、絞るぞみたいな、その程度そういう言い方なんだよ、そういう脅しもやってたんですよ、うん、今思い出したんです、うん、それで最初の特集でやったような、まあ、脅しをやってるわけですよ、うん、脅しによって人を動かそうっていうのはありました。ここまでひどいの、まあ、要するに有権無権のね、うん、なんとほのめかしたりしたのがあったかもしれないけど、こんなに露骨にね、この政権多いですよね、やっぱりさっき の西村さんにしようなんで脅し系のことっていうのは結構多いよ、うん、で西村さんっていう人はやっぱりその個人的にもやっぱりちょっとな パワハラ体質な人なんです、うん、そうらしいね、うん、だからでもそういう体質の人が集まるとこういう政権ができるのかとか、うん、はい、つくそもそも、うん、あのパワハラだったんじゃないかと思うんですよ、うん、でこの頃ちゃんとパワハラとかジェンダーとか、うん、はいはい、あの LMVHQ じゃなくてと、うん、LGBTQ じゃないけれど、うん、はいはい、あの人権意識とかが少しずつ育って、それはパワハラだよとか、うん、だったら離婚するよとか、うん、養育費払ってねとかちゃんと言えるようになったから、改めてこれはパワハラなのか。あとだから働き方改革もそうですよね、ブラック過重労働過労自殺しますよっていうことを言えるようになったから、今まで無意識でやってたことがあぶり出されて、パワハラですねとか恫喝ですね、脅しですねみたいなことが分かってきたと。その恫喝レッテル貼りね、一つのね、うん、だからそうそう、逆にね、だから恫喝するのはおそらく当たり前で自然で、今までやったんだけどってこと、それなんで悪いのぐらいな意識なんじゃないかと思うんですよ。あのよく、ね、男の政治家がその女の人のことを、うん、なんでダメなのみたいなことをうっかり出現することが多いじゃないですか、うんうん、はい、それの一種なんじゃないかなって。今だからその時代の変わり目がこう徐々にこういうふうにこうベールが剥がれてきていて、前北さんのおっしゃる要するに顕在化してきたっていうのもありますけど、うん、それにしてもひどい。でも先祖返りしてる。そう、20年ぐらい前にこう、まあ、こう取材っていうかね、こうの世界に入って、そこ政治家とかと喋ってた頃の自民党ってもう少し相手に気を使ってた気がします。いや、そうです。反対派とか女の人とかにも、うん、女の人、いや、まあ、まあ、それはもう本当親父の昭和な親父だったです、うん、確かにジェンダー的なことは、うん、だけど自分の意見に反対する人とか野党とかそういう市民運動とかの声とかっていうものに対してもっと敏感だったし、それをどうにかしなきゃいけないと、説得しなきゃいけないっていうぐらい の丁寧さはありましたよ。それを今は俺の言うこと聞かないやつはお前もう金やらないとか、うん、その締め付けてやるっていうのをこの 2,3 年すごく感じる、うん、あの安直だなってすごく思うのは、安倍晋三さんがこうデモの時、はいはい、デモじゃない、あの演説の時に、うん、まあ、普通で、うん、そういう演説ってこう、ね、支援が、支援者が集まるはずなんだけど、そこにこう混ざってた人が、あのやめろっていうのを、安倍やめろって言ったら、うん、こんな人たちに負けるわけにはいかないんですって発言したっていうのを聞いた時に、はい、あの政治家ってガラ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 って崩れたっていうか、あと総理大臣ですからね、そんなこと言っちゃうんだっていうそうじゃないでしょって。だってそので支援者だって混ざってるわけですよ、自然者も混ざってるのにもかかわらず指さして、こんな人たちに負けるわけにいかないんですって大の大人が言うかなって思って、すごくびっくりして、あ、そういうふうな、まあ、勘違いっていうか思い込みのある、まあ、だから神がかった感じ あのだからカリスマでは全然ないんだけど、勘違いすることでそこへ行っちゃう人も中にはいるので、子供っぽいんだよな、そういうことから言うと。そういうあがめ立て祭られ方をしてきたがためにそうなっちゃったっていう
ことはあるとは思うんですよ、まあ、だからあの辞めていただきたいっていう声が大きかったと思うけど、あのその人が辞めたからといってそういうものがじゃあ全部なくなるかっていうと、その余韻というか、なるほど、あの菅さんのことを水野先生さんは劣化コピーって言ってましたけど、あのね僕ねだけどね、そういうことで言うとね、やっぱり教育の問題みたいのがすごくあってね、で、あの例えば上司のことを言ってる通りのことを言わなきゃいけないんだみたいな風にこう教育されちゃってきてるわけでしょ、その人が、その人まで、今までずっと若い人からずっと、僕ね、そのことがねすごく問題だなというふうに思ってるんですよ。コンフォーミズム教育ですね、例えばね、あの原発、いや僕はちょっと2人の例を挙げて、で1人はね、あれです、原発のね、あの保証の問題をね、この東電 の仕事職員としてやってたわけ、それでもう 板挟みみたいになっちゃって、でノイローゼになって辞めちゃったっていう、そういう人いるんですよね。もう一方でね、僕のところに来てるのが今あのネクストが来るんですよね、その例の陥没問題でね、でね、あなたたち本当に実はどう思う、これこのやっぱり計画まずいと思わない、っていうわけ僕は、ね、そしたら そのことについてやっぱ答えられないんだよね、答えられないんだけども黙って帰っちゃうっていうか、まあ、つまりでじゃあ彼らの場合どういうふうに生活してるかなというふうに考えると、やっぱりおそらく上司のところに行って今日はダメでしたって、またやってみますみたいな感じで終わってんだろうというふうに思っちゃうんだけど、そういう本当にそういうことでいいのかっていうこと、官僚もそうだと思うんだよな、多分ね、そのなんかこの要するにお酒の問題についてあって、やっぱりちょっとこれまずいんじゃないですかってね、思ってる人いると思うんだよ。じゃあいるでしょうね、おかしいもんだ。それね、自民党もそうだったんです、昔はちゃんと、でところがさ、そこのところがね、なんかこう見えなくなっちゃってるとか余裕がなくなっちゃったのかなんか分かんないけど、みんなとにかくそれで俺の言うことあったら従えってこうやられて、でそれで来ちゃったわけでしょ、でその一つは官僚の人事権の問題というのは例のね、あの要するに内閣が握ったっていう問題と、これは関連してるわけですよ、完全に、なるほどね、すみません、ちょっと一旦コマーシャル挟んで、ちょっとまだこれ続けますとは思うんですけどね、いかない CM1 分CM1 分じゃなくて、いかない字じゃなくて字じゃなくて、はい、こんばんは、ヘンリー鈴木です。いきなりこんなちょっと昔のね、日活のこのセットがいいよね。セットがいいですか、我々ほら、あの深夜放送全盛期に、あの中高大学だったから DJ はこうやったけどな、稲熊優さんです。近所には人しね、いつもあの台本の段階では、8分ぐらい尺があるんですけど、いざ始まってみると、ね、最悪2分とか、ね、2分半とかね。スポーツはあの社会であり文化でありね、スポーツ記者っていうのは本当によくあって、いきなり確信に行くと、何にも一言もないもんもらっちまうぞっていうのは、なんかこう空気感あるんですよね、でもそこを聞かせなきゃ、質問なのか話してもらわなきゃ、それいい意味で裏切ってくれれば、なおもちろんいいんだけど、私あの一筆入魂ライターって分かりにくいから ね, ね, ねいやいやいや違う、ちゃんと書けよだよなちゃんと例言いましょうかね、俺は言いたいよ、変な原稿は。中間さんの原稿をそのうち紹介していきたいと思います。名アドレススポーツアット DMCR、 ヤギさんじゃない、はい、デモクラテレビ本会議をお伝えしております。ちょっとどんどん押してきちゃったんですけど、まあ、丸山さんおっしゃったように、確かにその官僚もね、その、官邸が人事を握るようになって、まあ、ちゃんと物が言えなくなってるっていうのが、まあ、今の現状だっていうことですよね。はい、どうぞ。あの職務に違反しなきゃいけないっていう時があって、まあ、人権っていう考え方、人道とか人権とかは、例えば軍隊にいても上司の命令がこれは戦争犯罪に当たるんじゃないか、つまり非戦闘員じゃない人なのに撃てって言われたと、自分は非戦闘員に見えるっていう時は命令に反して反さないといけないと、いえ私は撃ちませんと、私には非戦闘員に見えます、で非戦闘員を撃つのは戦争犯罪ですから私は撃ちませんって言わないといけないっていう、その命令に反する義務っていうのがあるし、それをちゃんと
あの、うん、一般的な国際法では教えているにもかかわらず、うんうんうん、日本の自衛隊ではそれを教えていないし、うん、その日本っていうのはその命令に反しないといけない局面、うん、つまり人道や人権っていうのは命令に反しないといけない、うん、それあつまり人道人権に反する命令をされたら、うん、それに抗う、まあ、抵抗する権利もあるし、むしろ義務があるんだっていうことを教えそびれているので、うんうん、その人間職務で来てるそのネクスコの人とかは、うんうん、その職務の顔、うん、職務で来てるから職務の顔、うん、人間を置き忘れてる。そうです、そうです。だから本当は人間がベース、人間の方が先にあって、その上に職務が乗っかっていて、で人間の方を問われたら人間優先で答えなきゃいけないのに、うん、それをこう人間である自分っていうのが、うん、がお留守っていうか置いてきてるから、うん、職務しかないので答えられなくて帰るっていうことになっちゃうっていう、だから職務以前に人間なんだ、人道人権なんだっていう教育し損ねてるコンフォーミズム教育で育っちゃうからそうなっちゃう、うん、そうだね、そういうことね。コンフォーミズムっていうのは、あのすいませんちょっと言っていいですか、あの、うん、ノンコンフォーミストとかノンコンフォーミズムっていうのが、まあ、ドイツ発祥であって、そうナチスが悪いんじゃなくて、うん、コンフォーミストを生んできたドイツの教育がいけませんでした、うん、それを直します。政治と教育の部分でこのコンフォーミズムっていうのを改める、うん、その命令してそれには絶対に従うっていうのを改めますと、で個々に考えて、であの上司だとか先生だとかがいつも正しいこと言ってるとは限りませんよっていうのを子どもの時から叩き込む、でその教育の成果としてドイツは民主主義をようやく手に入れた。で日本も同じ敗戦国だから一緒に民主主義を手に入れようよって言ってるんだけど、ドイツの心配は日本が全然ノンコンフォーミスト教育してない、しない、いつまで経ってもしない、毎年しようよって言いに来る。しないというよりもね、間違ったことをやってるんですよ、やっぱりね。道徳、道徳教育なんてのが始まってさ、あのシステムの中でどれだけね子どもたちがちゃんとそういうふうにものを考えるようになるのかどうかね、うん、つまり一つのパターン、こう、ね、上の方から言われたことはとりあえず従うんだっていう教育が今やっぱりずっとされてんだと思うんだよな、うんうん、それね、僕ね大学生を教えててすごく思ったことで言うとね、その一生懸命ね黒板に書いたことをメモしようとするんですよ、うんうんうん、ね、でそれはやって構わないんだけども、その板書してくださいっていうんじゃないんだと、けど君たち僕の話を聞いて他のことを含めて考えなきゃ意味がないんだよっていう、そこなんだよね。で違う先生は違うことを言うんだと、うんね、だからそこに意味、大事なことがあるわけだから、うん、そういうことでだからあなたどう思うかって、っ 聞いてもらわないと困るんだっていう話を、まあ、ずっとやってたんだけど、うん、つまりそこの部分がなんていうかな、まあ、受験教育のせいもあるしいろいろなものがあると思うんだけども、何か型にはまったね、うん、こう一定のことを教えるということしかやってないっていう中で育っちゃった人たちが多いのかなっていう、うん、ちょっとここはそう最近そう思ってるんですけどね、うん、なるほどね、うん、まあ、そういうことが結果としてね、その、まあ、あんまこういうこと好きじゃないですけど国力をねこう貶めていくっていうかね、うんうん、まあ、そういうことにつながるんじゃないかなと思うんですけど、本当に自称愛国者と呼ぶ、ね、言っているような人たちはこういう問題どう考えているのかって聞いてみたいと思いますけどね、ちょっと時間がないので次行きたいと思います。はい、新聞記事こちらでございます。8月8日告示の横浜市長選に現職の林文子市長が IR 誘致推進を掲げ4選を目指して出馬表明しました。市長選では自民党の小此木前の国家公安委員長が IR 取りやめを打ち出して出馬表明をしていましたが、 IR 誘致を受け継ぐ候補者が見当たらないとして経済界などから林氏に出馬を求める声が上がっていました。自民党は分裂選挙となる可能性があります、選挙にはこのほか立憲民主党が推薦を決めた元、横浜市立大学ですね、市立大学の、教授の、山中竹春氏、横浜市議の太田正孝氏、動物愛護団体代表理事の藤村これ明子さんと言いますか、明子氏、元衆議院議員の福田峰之氏、水産仲卸会社社長の坪倉義和氏、弁護士の郷原信夫氏、
元中野県知事の田中康夫氏が出馬の意向を表明しています。ということで、私は実はこの横浜市長選は詳しいんですよ。郷原信夫さんとも親しいし、田中康夫さんとも親しいし、この水産卸売会社の坪倉さんとも会ったことがあるし、お話をしたこともあります。ということで、横浜の方はいらっしゃいますか。はい、いないですね。いないですこれなんかご意見ありますか。ぜひ解説してください。いや横浜は林文子さんとは何度かお話をして、 ど、はい、でどうして政治家になったのかとか、すごく詳しく、すっごく面白く話していただいて、その女性が、まあ、女性のキャリアというか仕事をしたいと、要するに、最初勤めた会社で雑巾お着身だったのがすごく嫌で、そうなりたくなくて、最初東レだったっけな、なんかメーカーに勤めたんだけど、はいはい、辞めて自動車販売 の、 外資の自動車の、はい、ボルボだかウディだか忘れちゃったけど、 BMW に、失礼しました、に勤めて、それでこう実力が評価される女の人にとっても、まあ、売れば売るほどね、いいところだって、ね、ガン売ってて、そのお店で一番になって、でそれでもガンガンやってたら、副社長だか社長だかすごく取り上げられて、で、経営手腕が買われて大英行ったりっていう、で経営者として横浜市を立て直すって言って、ですごく上手に周りで、その女の人 その決して公正では公平ではない状況からこう立身出世をして、立身出世っていうか、いろいろ賢く頑張ってきてっていう、旦那さんがイラストレーターっていうか絵を描く、辞めてなんか仕事してたけど辞めて絵を描くで、その絵もすごい素敵で、いつもその応援に、この絵画展に応援に行ったりする、かわいい。あと自然保護、鳥が大好き で毎日飛んでるけど、私はその鳥の目の美しさを見るために仕事してるようなものですとか言って、素敵な女性だっていうことぐらいです、私が知ってるのは。はい、そういうことですね。はい、その林さんはもともと、当時の野党だった民主党に押されて、4回前の選挙かな、市長に選ばれました。でところが、市長っていうのはやっぱりこうなかなか権力者なんで、長く続けてるとやっぱり座り心地が良くなってくるんですね。なので途中からは、その自民党サイドにもすり寄っていき、でやがて、カジノに賛成するという立場になったんですけども、3回目の選挙の時に、カジノ賛成というと票が集まらないので、これは白紙ですと言って彼女は選挙に出て、で市民運動をしてた、カジノ反対の市民運動をしてた人たちも、一応林さんは女性で、今前北さんが紹介してくれたように素敵な人なんで、みんなで投票しようって投票して、カジノを白紙と言って投票したにもかかわらず、実際に当選するとカジノやりますと、自民党に押されて言い出したと。そういうのが、林さんという方で、騙されたって今回、多選批判もあって、さすがの自民党市議団も、林さん押せませんよと。で林さんはもう、年齢のこともあるし、それから何よりも多選であるという、ことがあったので、今回遠慮していただけませんかということで、自民党は独自の候補を模索していたんですけれども、選んでいるところに小此木さんという人がですね、これ現職の閣僚だった小此木さんが、IR 反対、カジノ反対って言って、菅さんのお膝元で、菅さんはカジノを進めてる人ですよね、でその菅さんの盟友と呼ばれた小此木さん、菅さんっていうのは今の小此木さんのお父さんの秘書だった人、なので、とても盟友だと言われているの、その、小此木さんがカジノに反対だと言って、で出ると言ったので、もう自民党はひっちゃかめっちゃかになって、どうなってんだこれはみたいなことで、自民党もバラバラになってて、一時はなんだっけ、女性の候補を、擁立するみたいなこともやってたんですけども、うまくいかなかった。でそういうところに、立憲民主党は、横浜市立大学の山中さんというのを擁立して、さっき言った郷原さんとか田中康夫さんとか、あとこれ出てないですけど、松沢重文さんも神奈川県知事の方も、出馬を表明しているということなんですけども、それでずっとどうなるんだろうなと言っていたところに、最後の最後になった林さんが、私カジノやりますって手を挙げて今出てきているというのが状況ですね。なるほど。でも結論から言うとね、僕は多分林さんが勝つんじゃないかと思います。
これなぜかというと横浜市民の、世論は、7対3で反対です、うんうん、だから要するに民意は反対なんです、うんうん、カジノはやらない、民意は反対なんです。だから、郷原さんは、住民投票をやるべきだと、郷原信夫自身はカジノに反対です、うん、だけど一応民意を問わなきゃいけないから、住民投票やりましょう、うん、で田中康夫さんはもう世論が分かってるんだから、住民投票なんてお金がかかることやらないでもう IR はやめましょう、うん、で立憲民主党は野党なんでも反対、最初から反対、うん、でまあ、その他あと坪倉さんも基本的に反対、うん、で他の人も大体反対で一人だけ自民党の衆議院議員だった福田さんは、まあ、ちょっと賛成、うん、みたいな感じで出てるんですね、うん、そうすると、ね、民意は、ね、7割反対で3割賛成みたいな民意なんだけど今、賛成で出てるのはもう林さんも言ってるんですよ。なるほど、そうすると残りのね田中康夫さんとか郷原さんとか何とかさんとか関東さんとかが7割の人はこっちにいる、ごめんなさい、票が割れるじゃないですか。確かそうするとまあこういうのなんていうんですか、漁夫乗り、漁夫乗りで林さんが当選するんです。でこれ僕もしかしたら、ね、この小此木さんって、うん、その絵を描くためにわざわざ IR 反対って言って出たんじゃないかなと菅さんに言われてっていうぐらい、なんかこうそんな謀略があるんじゃないかなっていう。そんなに絵描くの上手いですかね。そうそうそう、だからだから偶然そうなったんであって、ただやっぱり最後の最後に林さんが出てきて、うん、IR 賛成しますよ、カジノ作りますよって言って出てきたっていうことは、でもうそうすると賛成してる人は林さんに投票するしかないじゃないですか。小此木さんどうするんですかね。いや、小此木さんは選挙終わるじゃないですか、うん、衆議院選出るんですよ。また戻るんだとしか考えられないんですよ。違いますかね、うんうん、あと考えうるのは林さんってすごい根回しする人だから、はいはい、あちょっと思ったのは7が反対で3が賛成だったら出馬するときは IR 誘致推進しますって言ってそれで市長になった後よくよく発表話をしたら7対3なんでやめますって言うっていう。いやそれはないのよね。でこの公約反してもそれはない公約反しても怒る人が少ないから、うん、それはない。逆にあの支持率が上がるんじゃないかなって思ったんですよね、うん、まあよくわかんないですけど、うん、あのまあいずれにしても合意性を考えるとお金がつくでしょ、うん、そこは、うん、そう。あでも反対したらあの箔がつくっていうか、いやいや票はつくかもしれないけども、うん、あのお金は全部なくなっちゃうからね、うん、でもお金は別に必要ないじゃないですか。横浜そんなに財政苦しいわけじゃないし、いやいや将来的に苦しいんですよ。だからカジノが欲しいんですよ、うん、ああだからつまり、まあね横浜の将来の財政を考えたらあの、うん、IR を作った方がいいっていう理屈はある種通ってはいるわけです、うん、でそれに対する対案って開発論だから、ね、対案を出す人っていうのが、うん、あの他の、まあ、一応郷原さんはなんかプランを出してます。要するにそのフィッシャーマーズワーフ構想みたいなことを出してますけど、まあ、林さんと福田さんに関してはとにかくカジノを作らないと横浜の財政はダメになるっていう主張をしてます、うん、なのでそれは、まあ、あの非常に財政的な問題はある。でそれは解決しなきゃいけない。で解決できるのは まあ、どうか誰の案が解決するかっていうのは分からない。なんか郷原さん、うん、いい線いくような気がする。だから郷原さんは、ことでもうちょっと言っちゃうと郷原さんは最初一応あの郷原さんはもともと横浜市のコンプライアンス顧問っていうのを長くやってた、十何年も。それで一応その、うん、あの市役所職員の意見とかもいろいろ聞いてて、それで、まあ、彼って基本的に野党的じゃないですか。なのでその立憲民主党の山中竹春さんが、うん、まあ、出馬するの で彼に対していくつかの質問状を書いて出したんですよ、うんうん、でなので、それに対して答えがあれば、自分はもう出馬取り消しますと、うん、で要するにまあ一緒に応援しますと、うん、いうことを言ったんですけれども、昨日会見をやって結局、立憲民主党からは大した答えが出てこなかった、うん。この山中竹春さんという人はどういう人かというと、例 の, あの、大阪の吉村さんのイソジン会見の裏でそのデータ分析をした人なんです。でその辺どうなってるんだっていうのをちゃんとね、その要するに維新との関係はどうなってるんだとかっていうことを、質問、公開質問、それからそのデータ分析って何やったんだとかっていうことを質問したんだけど、それに対して答えがなかったということで、昨日じゃあ私も出ますっていう会見をしました、うん、っていうね、もう複雑でごちゃごちゃしてるんで、で僕らもう誰もほら横浜市民いないんで、次の話題行きましょう。結
結果カジノが作られないことを望みます一応希望だけ言っておいやでも残念ながら、このまま選挙になると林さんが勝ってカジノは作られます。まあそれしょうがないです。やだそんなでも横浜にできなくても多分東京にできるし大阪にできます。横浜にできなくても東京と大阪に、東京か大阪にできます。なのでその前北さんの希望を叶えるには、ね、政権交代をさせるしかありません。そうです、そういうことがない。なので、次の衆議院にはとても大事な、はい、ちゃんと人々の声を聞く政治にしたいです。それで、まあ、これはっきりと言いますけど、林さんはもう革新的なカジノ推進派です。これはもう間違いない。これ今さっき前木さんが言ったみたいに当選した後に辞めるなんてことはありません、これ勘違いしないで、横浜に住んでる人、はい、ということで次の、話題いきたいと思いますあやばい、もう時間がない。じゃあ1個しかできない、漢方生命の不正販売を報じた2018年の NHK の番組クローズアップ現代プラスをめぐり、経営委員会の議事録が開示されました、放送内容に対しては日本郵政側から複数回抗議を寄せられましたが、議事録によれば今回の番組の取材も含めて極めて稚拙、取材のはほとんどしていないとよく言いますね、こういうことね、本当に彼ら郵政側が納得していたのは取材の内容、イメージダウンさせるようなことを番組ではやるなといった発言が相次いでおり、番組介入を禁じた放送法に明らかに反しています。 NHK のガバナンスはどうなっているんでしょうか。これはね、もう報道に長く携わってきた丸山さんに意見を聞きたいんですけれども、本当にひどいことになってますね。いやもうやっぱり、でもこういうのが、ね、明らかになったっていうのはすごい大変なこと、大変で大事なことだと思うんですよね。はいはい、つまりね、やっぱりその NHK が、安倍チャンネルでは困りますとかってよく言われてるじゃない、最近は菅チャンネルじゃ困りますなんですね。ニュースをちゃんと伝えてくれるっていうのは NHK になくちゃいけない、でだから放送と放送の中身とね、それから経営とはちゃんと分離するということがもう原則なんですよね。そのことがこうちゃんと放送法にも謳われているし、そのための仕組みとしてその予算制の問題だとか、それから経営委員会の任命権だとかね、そういうものもあるわけだから、やっぱりそういう時にじゃあその経営してる人たちがこういう姿勢では全く困りますというのはまあ話が見えない。で本来ですね、こういうことについてどうするかっていうと、やっぱり政府とは離れたね、第三者機関で、この放送の管理って、電波の管理っていうのはね、はい、やるべきじゃないかというのはもう昔から、本来その進駐軍がそういうことをやろうとしたわけだけども、まあ、電波管理委員会みたいなものを作って、ね、そういうものを、ね、はい、になっていかなきゃいけないっていうことがもう、間違いなくこうでも言えたことだと思うんですよね、だからそういうことから言うとぜひそこに進んでほしいし、それから NHK の中の、ね、人たちはやっぱりこういうことで萎縮されたら困るんでね、やっぱり自分たちのやっぱ放送の原理というのはまた経営とは違うわけだから、そこでやっぱりちゃんと取材をして報道すると、今まで本当にいい仕事を、ね、ずっとやってきてるわけですよ。だからそういうことをこれを機会にね、立ち直ってほしいなと思いますけどね。そうですね、まあ、今ね、丸山さんが指摘されたのは、一つはもうその日本の、まあ、すごい根本的な問題で電波の管理であるようにするかということでね、民放も一応免許制になっています。まあ、なんで問題になって、はい、先進国では、電波管理委員会という第三者機関が、まあ、その電波を管理するということになってますけれども、日本にはそうなっています。あと丸山さん、もう一つやっぱりかつてはほら日放浪っていうような ね、その、まあ、NHK の中にもその、まあ、労働組合っていうかね、まあ、その記者たちが、まあ、加入している労働組合があって、そこがかなり力を持っていた、まあ、それが、逆に力を持っているがゆえにあれですよね、政権側からずっと目の敵にされ潰されてきたっていう、そういう歴史もありますよね。まあ、日本論の問題というのは、僕はあんまり そこの 中で、どういう議論がされているかというか、いろんな、ね、こう局面があると思うんですけどね、結構最近はだからちゃんと発言ができているんじゃないかなという気がしてますけどね。だんだんそういうふうにこうし始めてきた、まあ、頑張ってる人がいればそういうことになってくるわけだから、なるほどね、ぜひそれは本当に無関係じゃないんですよね。そうですね、つまり放送を技術をやってる方でも
やっぱりその放送に携わってるということで言えば、うん、間違いなくその、うん、放送人なんだからね、うん、そうですね、それジャーナリストとしての立場を守ってもらわなきゃ困る、うん、そうですね、あれは技術だなんですかね、なんだろう、この間の、ね、オリンピックのマラソンの時に声が消されちゃった問題っていうのがありましたよね。はいはいはい、ね、あれは誰がやったか分かりませんが、うん、そういうことをやるのも、うん、そのまずいわけですよね、やっぱりちゃんと伝えるということで言えば。そうですよね、ちょっと質問していいですか、うん、すみません、これ経営委員会が取材してない、ほとんどしてないって言ったっていうのって、うん、これ何なんですか、どういう件、それ取材してないことを調べたってこと、ちゃちゃ現場のことをね、そういう言い方で、まあ、批判したんです、ね、批判したんです、うん、懐柔したわけ、調べもせずに、ただ調べもせずに、そうそうそう、それはそうです、それ実際にやってるんだもん、取材はしてまあちょっとお時間になっちゃいました、ね、どういうね、はい、それはいや、ひどいですよ。